柳あかね卒業直前スペシャル、11年分の劇場公演の思い出を語り尽くす。いや、もう一回やる。何なんでそんな甘神なの、朝から。朝だからか、朝だから、うん、まあいいよこのバージョンでも、うん、本当にこれいける、いけるいける、うん、だからちょっと尽くすって感じじゃないの、なんか語り尽くすって感じだったね。よかったよ、はい、でもよかったです、はい、というわけで始まりました、こちらの曲です。今回はですね、私斉藤舞子と、主役の高柳あかねちゃんの2人で、あかねちゃんの劇場公演11年の歴史を振り返ろうという企画でございます。すごいカンペがちゃんとなんか舞子の言葉っぽくなってるね、あかねちゃんって。あかねちゃん、あかねちゃん、だいたいチュリって書かれるんだけど。そうだよ、あのチュリって誰って話ですよ。何度も言ってますけど、すごいあかねちゃんって書いてなってます。作ってくれた人、長年やってくれてる人なんでしょうね、よく分かってますね。メンバー同士の呼び方まで把握してるってすごいですよね、はい、うん、私はよくあの台本でチュリちゃんって書かれますからね。読みません。そうそう、誰やってチュリちゃんがねって言って読まれませんから。今回ですね、あの劇場公演にスポットを当てまして、うん、当時の公演を振り返りながら、見ながら、振り返っていこうという企画になっておりますが、うんうん、今までやったことないよね、こんなことね。あ、そうだね、なんか、なかなかないですよね。それこそなんかこう去年のやつの何々リバイバルで配信してるよとかは見るけど、そんな、むしろあの時代ってだって DMM なかったもんね。そうだね、11年前っていうか一番最初はなかったよね、うん、途中でなんか3点の低3数だね、最初に1点ぐらいから始まりましたよね、もはや。そうかも、ね、旧劇場の時ってありました DMM、うん、一旦旧劇場もあったんだ。寄ったりとかしないやつでしたっけ、もはや。なんか定点のみ、定点のみと、あーなるほどね、なんかまあ配信っていう意識があんまなかったよね、うん、そう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 、うん、だから不思議、いつの間にか始まってたし、でもその時のがちゃんと資料として残ってるなって思うと、うん、ありがたいですね。もう画質とか悪めですか、何ですか、変わる、時代感じますか、手持ちカメラじゃないですよね。でもそういうのもあったりするかもしれないわけですからね。卒業直前ということもありますのでね、はい、今まで見てこなかった映像とか振り返り懐かしい映像もたくさんあります、うん、まずは早速映像を見ていきたいなと思いますので、まずは私たちの原点ですね、 K2 ファースト会いたかった公演から K2 サードラムネ飲め方公演までです。じゃあかねちゃん V 振りをお願いします。じゃあ私がこう、私多分会いたかった声は多分前髪めっちゃ短いと思うんですけど、最初ね、あのその時のでもラムネまで一気に行くんですね、じゃあ、うん、一気にどうぞ。なんなん結局それ。うちらって5ヶ月しかやってないの、会いたかった。え、そうです、すぐセカンド。そっか、1年もやってないのか。最初ってさ、横に花見ちゃったよね。あった、あそこ出たね、ね、一緒にね、そこちゃん、逆の動きに固っちょっと待って、マジで。あ、変わんないや、かねちゃん、変わるよ、変わんない、顔丸いな。いや、なんかさ、マイクの角度とかさ、うん、え、今よりマイクホールドいいかも、私。ま、いやいやいや、なんかね、ずっとマイク落ち続けたらね、検証炎になっちゃってね、持ち方が変わったのよ途中で、まあ、持つことないもんね。そうそう、かわいい。怖いな。いや、もうでもさ、初日にしてはさ、頑張ってるね。すごいな、あーすごいすごい、ケーチュー。この映像なんか定期的に見るから、なんか前髪が短いよって。そうだね、もう最後もうなくなっちゃうもんね。なくなっちゃう、チキ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 。だからこの時だって前髪にスプレーとかも正直知らなかったよ、まだ、うん、みんなサラサラやんだって前髪。なんだ、アンナちゃんこれちょっと落ちてんじゃないよね。アンナちゃん最初はもう下ろしてた。かわいいな、アンナちゃん。あ、来た来た、マイコちゃん。元気っ子の2人みたいな。めちゃにやかましい。いファンもすごいな。今もこんな人いなくない、お客さん。確かに、え、これ初日だよね、うん、初日からすごいね。初めて見た女にさ、こんなできる。確かに。いや、私がすごい覚えてるのはさ、初日のさ、うん、客席の割とセンター目のところにさ、めちゃくちゃ一人背高い人がいて、あ、そうなの、覚えてない、覚えてないよ。みんなでさ、その人がザブングルに似てるって。え、その人なんか
んでもなんでもないんだけど、うちらが勝手にザブングルが今日も来てたって。ザブングルさんにいたんだよね、本当にね。そう、ザブングルって言ってたんだよ。なんか見て、後ろの顔やばい。あの後ろの人、本当にメンバー仲間だよね。無理。あのマキがどうこうはまあ置いといて、後ろの人たちは本当に仲間。ずるいじゃん、誰もいないじゃん周り。反応とかいいじゃん、もう周りの人たちの目見た？みんなもう声ガシガシ。高校さんです。うん、高校3年生。ぽいぽいぽい。私なあの年齢言うの二十歳でやめたから。やめ。さっきりなちゃんさあんな顔してたじゃん、よく一緒に歌ってるね。いきなりアイドルの顔になってさっきまで。こんな感じ。かわいい。はい、おちょっと。おわ。ミコって。ミコって歌ってますよ、もしてないんだね。確かに。用意周到なお寄せご利用になっちゃういろいろ事情があったんでしょう。用意周到なお寄せご利用。いい歌だな。なんかマイクだけ、なんかやっぱあの時さ、もうめちゃくちゃ頑張ってたからさ、それなりの迫力出てたかなと思うけど、やっぱりまだお優しいね。そうだね、小さいしね、うん、なんかステージも。だってこんな優しく下ろしてたっけうちら。いやもうガッシーでしょ。ガッシー。いつからガッシーになった？最初からガッシーだと思ってたよ。いや首どこ行って無理。あ、寒かったのに暑くなってきたもん。もう下の子。いや暖かくなった。うん、暖かくなってきた。一緒にいいな。だからもう眉毛がいかついんやって。そうだね、うん。もうさ、えいこちゃんとかもさ、めっちゃ大人だなと思ってたけど、もうさ、超えてるもんね、超えてるよね。もうとっくに超えたよ、私はもう。ゆりりんとかさ。うん。これさ、よくやるもんね。りなは永遠変わんないな。うん。こんな風にジャケットあったな。ジャケット、うん、白いシャツに白いジャケット。そこ脱ぐためのね。そうだよね。このベルト今でもたまに使ってる声だとさ、懐かしたまにさいるよね、研究生とかさいるんだって9期8期あたりでさ、このベルト謎だったな、やっぱ。まあいつも元気かな。元気元気だよね、うん、最近めっちゃ連絡、私も昨日、あこの間そのなんか卒業行きたいんだけどどうすればいいかなみたいな連絡来て、やれるかなって言うんですけど、ね、うん、私も来たよ。なんかやっぱアンナちゃんかわいい、かわいい赤ちゃんじゃん。赤ちゃんだね、ベビちゃん。ゆりりん、え、後ろがあんな柄だったね、 T シャツ。羽のやつじゃなくて、羽の。ああ、うちにまだあるよ。あんの、うん、着れんの。着てはない、パッチパチやもん。ミエピーって感じ。ディアマイピーチャーいいな。いい歌。10期とかにやってほしいな。ああ、絶対いいじゃん、ね。あ、最後のポーズよ。イグッチとの身長差すごい。すごいね。おお、セカンド始まった。そっか、ただトモニャンがね。でもみんな変わったね、なんか。確かに。ほぼメンバーはさ、変わってないけどさ、うん、顔つきとか変わったよね。表情変わった、表情変わった。あんちゃん変わってなかったわ。あんな赤ちゃん。やっぱり少なからず、半年ぐらいやった公演の成果が、うん、真夏とかめっちゃ笑顔が自然になってる。昨日リリちゃんとね、ご飯食べたんだ。あ、そうなの。なんか急に連絡来て、うん、2人でファミレスでね、うん、めっちゃ食べて3000円だった。待って、髪長いよ。髪長くない？全部逃したんじゃない？こんなに長い時期あったの？リナちゃんと変わんないよね。うんうん。あ、あ、切られた。あ、ごま。はい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 。あ、トモニャンとオギサバニューフェイスなんだっけ、うん、だから。そうだね、そうだね。でもまだ昇格してないんじゃない？ないのよ、トモニャン多分この日に昇格したのかな。確かに。小木曽拓かともにゃんかどっちかで所属したよね、初日に。
あ、これ千秋楽だって。あ、千秋楽か、うん、じゃあどっちも入ってるから入ってね。私のオナガドリポニーはここで生まれましたからね。ね、うん、あのこういうポニーテールだったのをちょっと自分の中でレベルアップさせようと思って持ったっていう感じ。あ、場所は変わってないんだ。場所変わってないと思う。そうなんだ、うん。この公演もだからどれぐらいしかしてないんだ。あ、1年もやってないわ。あ、そうなんだ。なんでこんな黄色いの。わかんない、そういう伝統があったのかな。なんでこんな黄色いんだ。かわいい、黄緑みたいな。そうだよね、まあ黄色だろうな、きっと。小さな声でお腹出してる、赤ちゃん。どこ、いた。いつもミエピーとだから先輩だって思いながら緊張する。わかるよ、わ、うん、かるわかる。まだね、ここは。私もセイラちゃんとやった時そうだったな。お腹ぺっちゃんこじゃん。ね、え、私結構毎回お腹プニーだなと思いながらしてたけど、ぺっちゃんこだわ、うん、でも言ってるイメージあったよ、なんかお腹がみたいな言ってた、うん、全然ぺっちゃんこだし、マシコなんなら、うん、リハーサル、最初リハーサルはお腹出してたんだけど、最初リハーサルダメって言われて本番長いのになったかった。誰がそのさ、餌食になっちゃったか分かんないけど、お腹出しのそれのせいでね、お腹出しの餌食になったか分かんないけど、めっちゃ面白い、うん、あんなもん K2 でやってるのか、バックダンサー、うん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 、出た。そうだよ、これだったよね。そうだよ、あかねちゃんピンクはやっぱさ絶対来ないと思った。みんなさ予想外だったじゃん、やっぱり。そう、絶対アメピで来るってみんな思ってたのよ、うん、でも、この時でもういくつよ、 10?19 とかじゃん。でしょ、なのにこっちはさ、25とか24にもなってさ、ピンクはどうのこうのって言ってんだもんね。そうだよ、うん、なんだったらこの間ツアーでやったわ、私ピンク、うん、どうだった、楽しかったよ。なんかさ、ネタみたいに思われたけどさ、うん、最初のユニットこれだったんだよって多分知ってる人あんまいないだろうね。うん、うん、うん、知ってる人だけはなんかコメントとかでチュリンブルドンだみたいな、あ、当時言われてたわみたいな。あーすごい、後ろもすごい黒板になってたわ、ね、でもさ、うちら表向いて歌ってるからさ、基本みたいな、向かいだとか書いてある。へえー、知らなかった。あれって鍵穴の人、日直向かいだ、うん、日直のとこに、ね、ほら、向かっただその時の日付なのかな、しかもかもしれないね。違う、違った、うん、このロープもさ、掴める掴めないのギリギリラインにできるよ。あるよね、で必死だった、いつも、うん、出たいな、もう一回、間に合うかな。間に合うよ、そう、いつでもやってるよね、やりたい、やめるまでに。はい、いい顔してる。いい顔してるの。めっちゃいい顔してる。はい、いろいろ思いがこれ毎回考えるの大変だったんだけど、うん、そうだね、そういう、そう、トークが一緒だからね、今でさえさ、あ、そうそう、ね、バラバラになったりするけど、毎回遠くにいたもんの時にさ、セイラちゃん泣いてたよね。なんであの人すごい感情溢れちゃうの。いろいろな思い出があったらしい。普段とてもポーカーフェイスなのに、そう、意外と涙もろい。いい歌だね。そうだ、ともにゃんがさ、うん、一番最初はさ、一緒に K2 じゃなかったけど、このセカンドで K2 入ってきたっていうね、うん、のもあるもんね。そうだね、そうだって S にずっと出てたのにさ、K2 だったもんね。絶対 S 行くと思ったもんね、うん、あの水木さんとの、うん、あの指定関係みたいなね。そう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 、オーディション受ける前、受けてる時、受ける前、る S っていうか1期生のオーディションの映像でめっちゃトモニャン映っててさ、あー、そうかそうか、でも、まあ、落ちちゃってさ、うんうん、2期生で見た時に、あ、テレビの人だって芸能人みたいな、テレビの人。おあ、これも旧劇場だもんな。そうだね、レーカスマイル、手と足一緒に出てるよ。なんか無意識になっちゃう、緊張しちゃうんだろうね。すげー、これはさ、ラムネ飲み方だから、みんなさ、この色持ってんのかな、ラムネ色。どこ、サイリウム、知らん、
この時ってそこまでさ意識してない。だからもうみんな最近の文化が広くなったのって割とここ数年じゃん、うん、後輩とかがめっちゃ増えてきて被る被らないとかで、そこ人のサイリウムはまあそうとしてもさ、うん、みんなで合わせてるとか昔から、まあ、かだからそうかな、ラムネだったのかな、うんうん、公演名は最初に出した、うん、公演名最初に出した、うん、あ、うん、じゃあもう知ってるから、うん、そうかもね、そうかもね、ほらすごいラムネ色かもね、確かにラムネ色だね、うん、しかもみんなまだペンライトがさ、あの色変わるやつじゃない、みんなパキパキのやつだ、うねうんうん、まだパキパキがいい時期だね、パキパキの時代だぜなんかアンコールになるとみんな降り出してさ分かるよパキ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 みたいなね、欲しいな、やめるまでにこれもやるからな絶対、いやもうだって最後の人でしょ、うん、あそうだね、うん、でもさ K2 今の K2 なってからもう一回やってるんだよね、やってるやってる、一発目に、うん、そう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 、組閣してすぐだったからもう6年5年今のチームがなんだかんだも一番長いんだもんね、そうだよね、私もそうだもんね、うん、結局5年目とか5、6、5、うん、あ、ちゃんダルメシアになってんだ、ダルメシアすごい、なんか DVD になってるのはやっぱり最後の方のだからさ、うん、あ、もうあジャケットないんだよ、あ、ほんとキラキラのね、最初の日はないんだ、うん、そう、いろいろ足りなかったの、え、ある予定がなかったの、作ったの、もうなんか寂しくなって、知らん、間に合わなかったのかな、あほんとはね、うん、華奢だな、赤ちゃん、もうこんなんやん私うん、ほんと、やっぱ、うん、めちゃちっちゃいよ、ちっちゃいよ、ほんとに、あ、リサ子か、真夏だと思って見てた、あ、後ろ後ろ、ね、うん、似てるってめっちゃ言われてたもんね、懐かしい、なかなか初日の映像は見れないからね、うん、DVD にはなってないだろうし、そうだね、千秋楽とかさ、うん、DVD 用に撮ったやつとかだね、うん、懐かしい曲のを入れてたんだよね、あ、みゆきも髪飾り取れちゃって、めっちゃ踊ったんだろうな、あ、取れたよ、取れちゃったよね、取れたわ、思い出した、何だったらあの帽子も取れたわ、取れた、確か、うん、あの中にあの中にお団子隠れてんのどういうこと、お団子にして入れてんの、こっちにあれをつけてこっちに、あ、取れてないよ、お待たせしました、なんだっけ、こう髪型をいつもの髪型をの逆につけるっていうなぜか脳がなくて、いつもの髪型の方になぜか帽子をぐさってなんか入れてる、髪の毛を入れてる、こうなっちゃうじゃんそうなんだ、そうだよね、うん、結局どうしたんだっけ、え、もうこれ全部閉まってるのね、閉まってる、かっこいい曲が来ると思ってなかったんだよな、なんかもうむき卵みたいになっちゃったよね、赤いんじゃん顔この辺とかも全然キラキラないスカートとか、あ、今から考えると、うん、でめっちゃ綺麗だよ、衣装、あれだよね、あの、うん、花道、あ、花道ができた時かな、ね、そっか、斬新だったよ、うん、できるんだっていう、出るんだ、ね、そこみたいな、まあ、それはさ、ある程で始まったの、もともとレッスンも、うんうん、だから別に後から追加したわけじゃなくて、うん、むき出しやる時から、うん、あったあったあった、ボーリングで前出るからとか全然想像つかなかった、うん、最初は、そうだよね、コンサートみたいな感じに思っちゃうね、うん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 、確かにそんな感じ、
これ食べたんだっけ、かんちゃん、うん、やったことあるんだっけ、あるあるだよね、うん、なんか見た覚えある、そういうこと、 K2 今の K2 になってリバイバルした時に私やってたわ、うん、あ、なるほどね、うん、もうこれを見て水木さんがめっちゃアンナを褒めてたイメージがめっちゃある。あ、本当。そう。もう私のなんかやりたいような理想のダンスが詰まってるみたいな。めっちゃ褒めてる。先生やんもう言ったことは。先生やった。さわこちゃん。似合うよな。うん。これは難関だったね、うんうん、あの乾燥定点でくるくる回ってる、てか映像綺麗ですね、ずっとなんだかんだなんだかんだね、うん、あの2番へのくるくるくるのところ多分定点で見たらひどいですよ、あのあれ2サビのとこでしょ、そうそう、2サビか、2サビだ、2サビだ、このポンポンの位置変えたのね、ポーズの位置、ポニーのさ、おお、うん、ずっとあそこにいたよ、え、違う、なんていうの、セカンドから変えてんだっけ、あ、あっちだったっけ、さっきも前までこっちだったっけ、そうかも、そうかも、変えたんだね、うん、多分ハゲるからじゃん、ずっとこっちやってたらハゲるからちょっとこっちしようぜみたいなあったよね、やっぱそういう話は、ハゲるでーってほんとはセットリスト、ウィーニングボールが4曲目だった、 M4 ってこと、あ、3だ、3、あ、いや、頭のブロックだったんだ、そう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 、ほんとはね、ほんとはっていうか元が途中で変更になって、え、あの、またディスコケースがこっちに来てた、なるほどね、確か、うん、だから頭めっちゃ青春と思ってたけど、多分だからずっとイエーイって感じになっちゃうから、多分ディスコケースに変わったんだ、あるよね、それ1曲ね、うん、毎回握手しに行ってたの、下に、うん、やってた、たまにファンの人に気づかれないんだよね、握手来てんのに、で、ね、推しメンのことだけ見てて、あ、そっかそっか、目の前に来てますよって、今でもやりそうな振りだな、あ、しようよ、そっか、前から喜怒哀楽なんだっけこれ、そう、表情ね、そうだそうだ、最後までいきますね、あ、これラムネ時代じゃないですか、置いてたよ今、え、嘘、今置いてたよ、あかりちゃん、ラムネ時代じゃないですか、さすがに笑う、初日だけでしょ確か、飲むやつ、伝説のラムネ飲むやつじゃないですか、初日にやって先生に、うん、いらないって言われて、いや、君が見てきたやん、ずっと、あの、牧野さんが、いや、ラムネをやろう、ラムネを使おうって言って入れたんだよ、もう、あ、ほらほら地味地味、最後にカラカラカラーンって鳴らして終わるやつね、あ、そうなんだ、幻の初日のラムネ、みんなで、順番に飲んでいくやつ、私はこう、あ、確かに飲むの、飲まないんか、なんか、うん、あ、中は入ってないんだ、入ってない、あ、そうなんだ、私だったら一番最初に飲んじゃうなって思ってたのにね、ごくごく、ごくごく泣いてるの、女ちゃんずっと赤ちゃんみたいな、うん、ずっと赤ちゃんな、あー、かわいい、16色も色があったよな、本当にこの世に、うん、まあ若干かぶってピンクとか4人ぐらいおるからあ、持ってるよ、あ、来た来た、ならんのかいカラカラ聞こえん、カタカタカタ、おー、出た、これダブルアンコールシステムもさ、うん、ここ初めてだったよね、うん、これ何、全体的に短かったの、そうでもない、全然短くなかった、
多分 SKE のシングルを入れたいみたいな感じで、メドレー入れようかな。しかも倍速なんでしょ、ちょっとこれ。そうなの？ちょっと早いの？早いんだよね、うん、知らん、全体的に早いんだよ。え、嘘私だけが知ってるやつこれ。本当に、うん、早いよこれとかも、うん、検証してください誰か。え、本当だって。これは分かん、でも青空は早いってイメージあった。へえ、違うのかな。でもそんなことで許されるのかな。許されねえか0.1.5 倍速ぐらいだったらバレないかも。え、早いじゃん、だって。え、早くない？わかんない。あ、もう？あ、そっか、万歳まで行ってるか。行ってるね。パレオで終わり。そっか、パレオ、うん、そうだね、この時代はまだなんか桜降らせたりキラキラ飛ばしたりできたんだよね。あれになっちゃったからね。でもさ、AKB ってさ、桜昔から降ってない？ AKB ってちょっと、どういうこと？ AKB の劇場はさ、あの桜の花びらたちが桜降ってない？セリあんのに。セリあるけど。ああ、でも降ってた。だ、降ってるからうちも降らしたんだもんね。うん、あれな、毎回なんだよ。そういうことあるよね、霜が上から。終わってなかった。終わったのかな。終わったね。うーん、泣いちゃう。顔べちゃべちゃだな。べちゃべちゃやん、顔も。べちゃべちゃやったもん。はい。ありがとうございました。というわけで。嘆きのフィギュアから始まりましたからね。はい、2009年になりますね、うん、6月会いたかった公演から2013年12月、うん、ラムの飲み方公演まで見ていきました。いやいやいやい。まあで、ファースト会いたかった公演ですよね。やっぱ表情の作り方とかちゃんと成長してるよね、うん、でも後輩とかも嘆きから始まったからかもしれないけどさ、もうさ、もうんゼロから始まってるわけじゃんでもあの時でもなんか、うん、人形だと思ってたんだけどな、自分のこと、うん、そうだね、うん、ちょっと切ない表情の人形ドールみたいな、ね、ドールみたいな、うん、そうそう。でもあれ懐かしかったな。劇なんかさ、昔はさ、最初から当てはめられてなくてさ、全部のユニット一回練習したじゃん。あ、一番最初会いたかった時、うんうん、決まる前ね。だからさ、何ができるんだろうって分かりながら全部の曲だから振り入れしてたから。そうだね。私でもその中でも嘆きのフィギュアめっちゃ出たかったから嬉しかった、選ばれた時。そっかそっか。だって嘆きのチリなんてみんなやったもんね、うん、そうだよ、みんなやったよみんなできたもんね、うん、フリーでね、うん、やったやった。なんだっけ、ガラスのアイラブユーとかもなんか若干入れ た, やったか、みんなで、うん、そうだよね。そういう時代だよね。いやでも懐かしかったな。やっぱいい歌だわ。うん、でも今でもさ、うん、未練の扉をやったりさ、そうだね、あの背中抱きしめてメジーダスとかもたまにやったりしたりとかするし、うん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 、これなんか研究生もこれ会いたかったやってたりとかするから、だから会いたかったはなんだろうな、ある意味、まあ、今ね、青春ガールズとかやってるけど、なんかやってもいいかもね、うん、なんかだってもともとさ、お披露目は会いたかったみたいな、なんか伝統あったじゃん、三つ男となんか。あ、6期ぐらい前ずっとそう、会いたかったって言ってた。って言うからか、初めて出る人ってそう言うからかな。うん、そうかもね、うん、なんか初めてやる子って会いたかったってイメージあるね、そう思うとね。会いたかった、懐かしい人たち、あのポジションが極端だから。あ、そっかそっかそっか、うん、そこもあの平べったくしてやるならありだもんね。ありかもね。そうだね、うん、あ、なんかファーストが会いたかっただった理由、まあそうじゃない、皆さんに会いたかったって感じだから、別にまあ決まってたんだよね、うん、もう。しかも映像うちら B さんのやつ見て覚えたよね。チーム、あ、そうだ ね, ね、だからまゆさんとか、うん、私中谷さやかさんが言ってて、初めて、うん、あ、メガネのアイドルいるって思って。あ、そっかそっか、うん、中谷さんずっと最初ね、そうそうそう、メガネで可愛、うん、かった、声めっちゃ可愛いし。会いたかったの頭の K2 はどうしてやることになった？だって、え、なんだっけ、まあだからあげたかったんだよね、気持ちを多分。うん、
なんかやったんだっけ、AKB とかが。TMB って言ってたありえそうだけどね。やってそう、やってそう。やってそう。やってそう。やってそう、だから子供もやったかも。何でもまねっこしてたから、うん、子供だったからね。うん、そうかもね。じゃあ、A2 で。うん、A2 でって言って。やってそう。懐かしい。まあでもこの会いたかった系はさ、うん、もう10周年の時にちょっと消化した感じあるじゃん。そうなんだよね。うん、ね、自分たちの10周年。まだだから出てくると思いますけどね。曲自体は懐かしいっていうより、うん、まあ割とやってるなっていう。そうだね。映像こそもう懐かしかったけど。うん、そうだね。はい、そしてセカンドですね、手をつなぎながら公演、これは直前まで S がやってて、はい、S が終わって K2 がやるってことになったんですけど、そうそうそう、本当にすぐだったもんね。そう、すぐだったね。 S が制服の目始まるから、うん、じゃあ K2 は手をつなぎながらなって、まあこれ1年もまあやってないんですけど、トモニャンが昇格して、オギソが昇格して、まあもう本当にだから SK のオリジナルっていうのが初めてだったわけです。そうだね、そうだね。このセレストリスやることで感じたこと、まあでも比べられる初めての対象がある意味できたっていうチーム S。 そう、しかも最近までやってたの、うん、ね、ファンの人たちもまあまあだからちゃんと見てた時間もあったから、うん、新鮮さは多分そんななかっただろうね、うんうん、楽曲とかもうなんか どうだやってみろよみたいな感じのさ、なんか言ってしまえばね、どんな問題みたいな、うん、一期生のファンミリクルみたいな感じ、うんうんうん、やっぱそのやっぱまあ、パーティーもともともそうだけど、やっぱ鉄ナがもう48グループのみならやっぱアイドル界でやっぱ SK が評価されるこうきっかけとなったっていうか、本当だよね。めちゃくちゃこうね、歴史の深い公演だからこそ、まあそこまでまあみんなが分かっててやったかって言って、私もそんなことなかっただろうけど、うん、まあ確かに、うん、でも今考えたらね、うん、大人もすごいその感じだったなって思うし、うちらもなんかね、確かに確かに、そこはザ・ SKE って感じの、うんうん、楽しかったけどね。楽しかったね。楽しかったけど、そのうまくいかなかった時とかのロマンスロケットはもう何考えてればいいんだろうっていう、そもそももともとそのさ、わけわからないから、いやーみたいな、うわーみたいな感じ。そうかもね。そう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 、ロマンスロケットこそロマンスロケットだったと思う、うん、ロマンスロケットこそ、そうだね、やっぱあのドゥーバファイヤーとか言っても、ファイヤーと思ってた、やってた思ってた、ファイヤーと思ってやってた、ファイヤーと思ってやってた。イノセンスとか、まあ、今流れてなかったけど、うん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 、なんか未成年だっけ、そうだ、ね、歌えないみたいな。 16? ケツ若かったからめっちゃ歌えなかったんだよね。そうなんだよね。そもそもこのねパートを歌う人も限られたぐらい、うん、うん、そう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 、その S での設定がもううちでは難しかったんだよね、うん、うん、そうそう、 S のねもうそれこそ歌のお姉さんたちみたいな人たち、うん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 、って感じが、うん、K2 は若すぎて、K2 のお姉さんたちがもうね頑張って女の子たちみたいな19歳とか頑張ってたなって感じ、うんうん、そうだね、だからもうほんとほぼほぼなんかみんなダンサーだったからね、ダンサーだったね私ももうずっとダンサーだったし、最初は絶対意味分からずに踊ってるだろうな、うん、いやそうだ、私だって分かりきってなかった、うん、何イチジクの皮を剥くようにと思ってたわ分かりましたか、よく分かんないです、分かんないし、よかったです、はい、よく分かんないですはい、よかったはい、というわけで、2011年ですね、10月1日から、うん、約2年間ぐらいですか、3年いかなかったぐらいか、ね、ラムネの飲み方公演、うんうん、これだからリバイバルとかもまあしてるけど、一旦サードとしては、うん、そうだね、終わった、2年ちょっと3年いかないぐらいでしたけども、うん、だって千秋楽までにもう何人か抜けてたもんね、そっかそっかそっか、うん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 、そうだね、そう、映像は初日だったもんね、そう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 だね、ラムネ飲み方公演というものの存在に、まあ確かに思い出はね、うん、そうだね、たくさんあっただろうし、まあ、確かに初日見れたのはそう、うん、だから途中で劇場変わった、ね、あれ、うん、この間ですよね、劇場が新しくなったの、うん、だから10月ぐらいかな、2012年とか、だからちょっと短く感じるんだ、ラムネ短かったなと思ったんだよね、あ、思ったより、ね、うんうんうん、しっかりだってその間の何ヶ月間ぐらいは空白じゃん、多分これ、そっかそっか、やってないからか、うん、そうそうそう、2年もやったか、3年近くやった感じはしない、うん、全くしないね、もはや、うん、そうしたらね、うんうん、懐かしいか、うん、だからこの公演でもいろんなねメンバー見送ってね、うん、そうそうそう、そうだよね、この時でも見送ったのは3、4人この時はでも3、4人ぐらい、うんうん、3人ぐらい、でも2年、3年近くやってたらそんなにいるもんだね、まあ、確かにそうだね、いやでも自分がクロスをやると思ってなかったので、うん、言ってたね、そうそう、ほんと最初はフィンランドミラクのところに高柳あかねって名前入ってて、うん、結構入れ替わったんだもんね、そうそうそう、初日までにね、
そうなんだよ、うん、人数こそ変わったとこあったよ確か。あ、だからやっぱオリジナルだからこそやっぱそういうのができちゃうっていうか、うん、その過程も見ちゃうっていうか、うん、会いたかった鉄縄はさもう決まりきってるものに当て込まれてるからそういうのできないけど、うん、確かに確かに、これはね、うん、もう できたものがオリジナルだもんね、うん、誰だっけな、うん、セイラちゃん確か嘘つきなダチョウだった気がする。あ、そうだったんだ。最初のあんちゃんとかもまなざしだったんだっけ。あ、そう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 、アイリとアンナでまなざしだったんだ、うんうん、最初なんか超裏話だった。歌系あったんだっけな、最初ね。そうそう、アンナ歌も上手だし、確かに。あ、そう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 、で、セイラちゃんがそうダチョウだった気がする、うん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 、でもいろいろなんか曲がまた上がってきてこうずれてこうなってってあるよね、そうよね、まあ、懐かしい。そうだね、また話したけど、うん、なんかあの前に花道、小さいステージができたりとか、まあなんだっけ、バット振ったり、うん、そうそう、子犬の耳つけたり、つけたりとか、うんうん、まあ、ダブルアンコールしていただけたら、ね、まだ出てこれるっていう演出があったりとか、うんうん、まあ、だから SK になかったものとかもここでね、確かに、いろいろ盛り込んで盛り込んで、うん、制服の目をゲネプロで見て、うん、あのメガネかけてたのが結構衝撃だったんだよね、うんうん、メガネとか、うん、キス、うん、あとはもう初日にメガホンもだし、初日に限ってはなんだっけ、ピノキオ軍でみんなでっかい帽子かぶってた全員ね、うんうんうん、みんな顔隠れてたんでみんなずれてブーってなって、もうそれめちゃくちゃ、ね、そう、あの衝撃的で、なんかでかい、うん、でかいっていうか、なんかいろんな小道具を使えるようになったんだって思ったら、うんうん、結構それが感動で、ね、OK2 にも取り入れられて嬉しいなと思った記憶はある、ね、うん、握手したりとかね、やっぱもう本当でも盛りだくさんだったもんね、ステージの下に下がった、もう満足度100っていうもうね、うん、もう公演を ね、 ね、せっかくやるならやっぱそれぐらいやりたいっていう、ウィニングボールのゴールも最初は柱があったから割と近くにゴールがあったんだけど、途中で逆向いたから、なるほどね、柱遠くなったから、もうそこじゃなくても壁になってめっちゃ遠くて、あえて入った人いたの、入らなかったんだ、誰も入ったことないんだ、もう一回マジで私惜しいとこまで行ったんだよ、ほんとゴールのみたいな、リバウンドみたいな感じだった、うん、アイリーの選手楽だったかな、はいはい、もう最後だから絶対入れるって言ってやったんだけどね、入らなくてみんながうわーって言ったの覚えてる、入ったら何か一つお願い事叶えてくれるって秋元先生が言ってくれたの、初日の時、うんうん、あれも入ってないもんね、今だにね、うん、あと1回ぐらいチャンスあるから頑張るか、お願い事叶えてくれるってなんていうつもりだったの、もう一回公演作れってやめとけ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 、怖い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 ポーズ作ってって、ね、そうだな、じゃあ最後の私のもし卒業の時にやって入ったら、じゃあ SKE に新公演を、うん、嬉しい、もう公演ババアじゃん、もう SKE に、だからもうチームじゃなくて、うん、SKE のメンバーが誰でも出れる公演にしてくださいってSK ファーストみたいな、うん、でも本当にあれ、あの公演が始まる前とかにひたすら練習しに行ったりとかしたんだけど、それでも打ちっぱなしみたいな打ちっぱなしやったよ、打ちっぱなし、またこう、ね、こう本番とはねまた違うからね、うん、あれがね、そう、難しいんですよ、難しかったです、しかもさ、ファンの人にプレゼントしたい気持ちもあるのに、うん、めっちゃゴールあっちゃったからさ、最後とかね、ハンみたいな、絶対あの辺の人だけ通論とか拾ってたからね、拾ってた、そっかそっか、サインとか書いたんだけど、そう、サインを書いてたね、毎回ね、うん、懐かしいですね、最初ね、幻のラムネの瓶もね、瓶もありましたね、最後カランカラン、なんか噂によるとその初日の時に売ったあの K2 のオリジナルのラベルのラムネがあったんだけど、うんうんうん、それが偶然千秋楽の日だったらしい、賞味期限が、あ、7月20、12めっちゃいい話じゃん、らしい、ファンの人がなんか言ってた、賞味期限の日だ、賞味期限って言ったらなんか終わった、ただただ終わった感じするけど、まあでもすごいことだよね、そうそう、偶然だったらしいです、めっちゃいい話じゃん、そう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 、たまたまだろうけどね、うん、もったいなくて飲めなかったら賞味期限切れたけど、でもだから選手楽に泣きながら飲むしかないよねそうだねそうそうそう、すごいいい話、何それ、うん、たらしいっていう、はい、裏話でした、はい、というわけで、そろそろ次のブロック見ていきましょう、まだまだ続きますよ、続いては K2 フォースシアターの女神公演から K2 フィフスラムネの飲み方公演、まあ、リラウェアみたいなもんですねそして県民時代の NMB48 チーム B2 逆上がり公演まで見ていきましょう、それでは V フリお願いします、組閣後の私です、どうぞめっちゃシュールだね、チャ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 、何日か、チャチャ、なんかこのチームで初めて
なんか全然関わってこなかったメンバーとかと最初にチームになったりとかしたんだもんね。そうだねそうだね、うん、だからチーム E とかのメンバーが結構来たりとか、うんうん、まあかりんも来てたもん。そうだね。あと同期だけどルミとは初めて一緒のチームだったし。あそっかそっかそっか、うん、アカネチンのルミ、アカネチンのルミルミのルミだから結婚してもあんなちっちゃかったのにルミパンダも結婚しちゃって、ね、結婚して可愛い人妻だよもう。本当だよともこちゃんは成長したしてるよ表情がもう成長してるもう年も全部成長してる生きてる、うん、元気かな柴田さんひたすら目見開いてるえだからもこちゃんとあのあやちゃんは今似てるから、うん、そうなの似てたよ今ちっちゃもうだいぶ私が私だな。そうだね、うん、あ、ミナがねそうだねミナが来たんだそうミナちゃん来たハルタムが一番若くてこのチームで。あ、そっかそっか。唯一子供扱いされる。カオタンは研究者で入ってんだっけ。そう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 、アンダーでね。皆さん、はじめまして。大場美奈です。よろしくお願いします。ちょっとムチッとしてね。というわけで、うん、今日が私、SK48 劇場初デビュー。うん、そしてチーム K2 の初日ということですごくおめでたい日が重なってこの時の方がちょっとね大人っぽいというか今の方がもうなんか幼児化してる。あーもう礼儀がなくなったね礼儀がなくなったやばい、うん、礼儀がなくなった礼儀がなくなったわすごい、ね、礼儀がなくなったらまあなったおいおいなんとかだろ似合うなルミもこれおいこの間ミッドナイトでできて嬉しかったね。めっちゃ難しかったな。難しかった。めっちゃ難しかったんだけど。これ難しいよ。だってこう言ってこうやっていくの意味わかんないもん。ね、うん。これめっちゃ好きなんだよな。へえ、意外。なんか初めて聞いた時に、あ、フォーティエイトグループこんなおしゃれな歌歌えるんだと思ったっていう衝撃。単語とかおしゃれだったよね。歌詞の単語とかすごい。あ、そう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 。カエラとか。うん、iPod ミュージックとか、うん、あったなこの曲。うん。可愛いじゃんこの曲。頑張ってる。めちゃめちゃくちゃ緊張してたよ。足ガクガクするよね。うん。初めて一人で歌うっていうのをしてたから。うんうん、一人で歌うとき何が不安？歌詞。出たよ以外ないからえ、失敗したことはある。どうしたの？飛んだ。どうしたの？え、沈黙流れたシアターメニューで1回だけ私もう本当に沈黙流れたから、うん、そう、電話かけれなかったんだから、歌詞の電話ぐらいなぜくれないのみたいな歌詞が飛んで、その途中から何もなかったから今歌ったシーン、シーンってなってでもその日が一番拍手もらった。なるほどね、よく頑張ったみたいな、うん、大好きこの流れ。いい歌だもんね。なんかね、恋愛曲こんなに歌ったことなかったから。私そっかそっか、うん、なんかラムネが友情曲ばっかだから。あーそっかそっか。 そう、それこそまだこのね初めて組閣だったからさ、うんうん、チームとしてどうやって作っていけばいいかなとか、友情とか。これも K2 だったの？あ、作ったんだね。へえ。この公演だったからこのみんなとは友情できた感じする、うん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 、それぞれの恋愛の楽曲だったから、うん、友情曲最初から固められると結構しんどいんだよね。なるほどね。そう、会いたかった。だってほとんど出ない曲じゃない、うんうんうん、そうだ、ね、った、った切ない感じ。あ、ここで一つぶっ壊れたね、うん、みんな。そうだね。だから後輩たちがこんなやつでいいんだ、劇場公演ってっていつも言うよね。確かに。でもこれもう初日だけどさ、もう千秋楽に行くまでとかもさ、うん、もっとすごかったもんね、そこからも。そうだね、K2 しか入れなかった。
懐かしい。初日でこれでしょ。そう、初日めちゃくちゃ楽しかったもん、うん、すごいな、うん、紙飛行機だ。毎回これ紙飛行機折ってたな、本番前。ミエピーが紙飛行機の折り方めちゃくちゃ調べてきて、あんなんだ、めっちゃ超楽しんでるやん。今日うちのやつめっちゃ飛ぶから毎回言ってた。かわいい。なんかのさ、ライブでさ、 AKB さんのライブかな、うん、いや、ドームとかのやつかな。 SK のミュージックビデオで急に何、うん、撮ったの、みたいな。スリートップ、これ最近もうだって礼儀ない喋ったの。 SK のエースの人最近衣装もそうだしね、うん、兼任が決まったもう最初ぐらいに、その次に多分 K2 だからって言って、髪の短さが今考える、うん、今短い、誰かから多分連絡先を聞いて連絡してくれて、あ、連絡先聞いたわ。 K2 の新しい公演のこととかも、どうにか連絡先聞いてください。まだメールの時代、アドレスのここに初めて来て、うん、みんなのところにこう連れてって、あの兼任する大場美奈ちゃんですって、親みたいな感じで紹介してくれたりとかして、うん、なんか今考えたら、あの高柳明音がそれをしてくれたって、やっぱ人見知りじゃないですか、高柳明音って。リーダーとしてやってただけだって、なんかリーダーって何かあったからできたのかな。そうだよ、と思うし。そうだよ、そうだよ、リーダーじゃなかったら今じゃ考えられない今じゃ考えられない。すごいしっかりしっかりしてるよ、してました。常に高柳明音が、まあ、その当時一緒にいた古川愛理と共に近くにいてくれたので、なんか、うんうんうん、居場所を作ってくれてましたね。なので私もそこでゲラゲラ、結構もうほんとすぐゲラゲラ笑ってたんで、うん、そういうのは彼女なりの多分気遣いと、うん、多分心遣いだったんだなと思うんですけど、なんかでもその高柳あかねがいなかったら私はもう完全に馴染んでなかったので、恩人じゃん、すごい、それに関してはめっちゃ感謝してます、ね。でなんか結構私が SK に馴染んできて、チームチュリって言われてたチーム C のメンバーって、うん、すごい本当に MC とかもめちゃめちゃやりやすくて面白くて、こう私も結構もう本当に言いたいことバーって言ってたんですよ、あの当時で。チュリと隣同士だったんですよ。あ、いつも頭なんかぶっ飛ばされてたなって思い入れがありますぎだよ、押さえつけて込んでくれてたんですよ、隣で。めっちゃ押さえつけてた。チュリとのそのコンビ芸がこの MC で表すことができたから、うんうん、SK のファンの人にも受け止めてもらえたというか、隣にはそう、受け入れてもらえたのかなって思います。よく覚えてたね。これだよ、組閣後に、組閣後にやったの。2人さんっていついたの、もうやばいちょっと、うん、あ、 S かの人、ミナが入る前、あ、そっかそっかに一瞬入ってて、うん、武道館だけ一緒に立った、あ、そっかそっかそっか、 K2 として、あ、だよね、うん。その後 S 行ったっけ、一瞬 S 行ったんだっけ。 S いなかったっけ、僕 S のイメージなの、2人さんって K2 だっけ。一瞬、最初は K2 だったの、最初は K2 として発表されて、でも公演1回出た気がするんだよ、1回かね、でもそれが S だった気がする。そっかそっか、 K2 じゃなくて。これはラムネ、フィフスのラムネの方か、うん、あ、もう衣装のギラギラ具合がさっきと全然違う、うん、そうだね、うん、あんちゃんが女になってきたな、確かに、うん、あんなちゃんが女に、あ、みずほるかエゴちゃんもいる、でもこれはファンの人がもう一回見たいっていう声がすごくあって、やろうかってなったので、やっぱ K2 の歴史だしみたいな。ここをオリジナルに戻したんだよね、だから全部。ああ、そうだね、全部 SK の楽曲、全グループチーム E が鉄な、 E 字か鉄な、 S が制服の目、そうだそうだそうだでも友情曲ばっかだったから、最初はなんかうまくいかなかった。え、それはさ、フォースのさ、このメンバーとは違ったの？ナナちゃんとやってた、私。ああ、そうなんだ。そうだ。うわ。アリちゃん何やってたの？知らん。ナイスミーチュー。知らんとか言って。アリちゃん何やってたの？まあ、でも、他考えたらナイスミーチューぐらいしかないよね。いや、フィンランドミラクルだわ。マジか。やべ、適当。適当すぎるわ。無理。無理。適当すぎ。
無理だわ。何でもいいんだね、うん、それっぽいで会話してたら。奈々ちゃんがいたのもまあ幻だよね。そうだよね、もう、うん、でもちゃんと SKE のシングル2曲ぐらい歌ってるからね、うん、カンガルーとか武器太陽とか、うん、アーティストみたいになるか。ゆずきか。あ、シャワコに見えた。誰？シャワコに見えた。シャワコか、うん、いや私はあのリサコに見えた。あ、リサコに見えたね、うん、これリサコエサだったよなと思いながら、やっぱね、ちゃんと物にできるんだよね。もうナナちゃんとか、ね、ミルキーとかもだけど、思った。私はさ結構もうさ危ないのもうギリギリやってんだろうなって思って見てたけど、そんなことなく見えるよね。本当にそう。全然レッスンも確かに参加できなかったし、全然その余裕なんてなかったはずなのに、みんなちゃんとね物にするのよ。なんだこの人のドキュメンタリーなの。いや、まあ、なんだよ。なんで毎回挟んでくるの。もうさっき話終わったよ。あ、終わったと思ったよね。まだ出てくるんだ。思ってただろうし、それが変わったってちょっとした歴史のちょっとね変化だと思うんですよ。うんうんうん、でも NMB と兼任してる。兼任激しかったもんね、この時期ね。そうだね、みんな結構なおも AKB と兼任してたし、この前にあんちゃんもさ、メンバーと大阪行った AKB がパイオニアだよね。そうそうそう、その時にみんなと同じチームだったんだよね。そっかそっか、チームはすごい見て見えてました。その時にみなちゃんの兼任も、これの時まだ兼任じゃん。あ、まだ兼任だ、うん、楽しかったよ。このメンバーはもういないよね。あのね、なかなか、あと2人、3人で、チヒぐらい、チヒと、渚と、アンタン。あー、そっかそっか。毎回この寸劇もあ、送る会、あ、送る会か。村さんもいるとか、そうそうそう、移籍したの。そうだから私は B2、 私が卒業した後に結構みんなバラバラと辞めていっちゃったの。あ、そっか。ですごい嫌だったんだけど、辞めるのがちゃんとみんなが揃った状態で送ってもらえてよかったなって今だったら思う。うん、そうだね、うん、B2 はい、ちょっとめめめはい、すぐだって。この時マジ、今日はよろしくお願いします。本当これ大変だったな、難しかったもん、汚れちまった、ね、でこの曲じゃん。そうだよ、この曲類戦曲だ ね、もうなんかもうさ、うん、終わりかのようなさ、本当に感動がさ1曲目からできるよね、うん、いや本当にこの曲はいい曲マジで。なんか笑っとるやん、みんな笑っちゃう。私が泣きすぎ。人が号泣してるとこ見ると笑うって本当に最近思う。この間のバズとかもさ、うん、めっちゃうえーって泣くじゃん、なんか笑えてくるもんね。みんなの気持ちが分かる今なら、なんでみんな笑ってんの、私こんな泣いてんのにって思って、泣いてるから笑ってたわ。あ、懐かしいね。綺麗な顔してるね。なんで春菜こんななんか喧嘩売ってるみたいな顔。それは多分生まれつきよ。梅田さんはさ、オリジナルメンバーだもんね。そうだね、そう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 、うん、あ、みおりちゃんもいる。そう、意外とすごい、うん、ミルキーも B2 に来たタイミングだったし、あ、そう、本当に一からみんなで作ったっていう感じのなんかチームだったの。なんか今まででも B2 って3期生だけで、そうか、うちで言ういいみたいな感じだったから。アーモンドクロワッサンの人たちでしょ。そう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 。これ組閣したの、県民とかがいっぱいして、あ、そっかそっかそっか、うんうん、大祖国だから、あの大舞台で呼ばれて NMB で、あ、そっかそっか、えって顔したのすごい覚えてるもん。だから春野とかもいるんだ。そう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 、ずっと N だったけど、うん、もうみんなぐちゃぐちゃで、でもかなこちゃんがずっとそばにいてくれたかな、うんうんうん、でも私もこれもね
当日しかみんなで一緒にレッスンしてない、レッスンとかリハしてない。送る会の時、そうそう、あ、これは確かに初日じゃないか、そう、初日初日、あ、初日の話、初日、うん、初日までに、うん、それこそ E がやってたから、 E の時にフリーレッスンの先生が教えてくれて、あ、そうだったんだ、そう、名古屋で覚えていったら結構振り違って、違った、あるあるある、やべやべやべってなって、1年前もそういえば B2 のコンサートから始まったなと。あ、そうなんだ。今日から始めます。あ、明るい音楽が聞こえてきたら、あかね祭り、 NMB の時に私復活させたんだ。そうやそうや、今日は熱くなっていきます。高柳あかねです。何をきっかけに私あかね祭り復活させたんだっけと思ってたんだ。エンドロールやってたわ。やってたよ。あんたちゃん SK だからってダンスができると思われてたんだ。あ、なるほどね。で慌てやってられた。ちげえってちげえって。でもオリジナルの梅田さんが自分のポジションでやるっていうから、私が大島さんのとこに入って、ゆうこさんの、やべえっしょっつって、うん、で、え、いや、もう草加さんとさ、そうだよ、もうさ、ガチガチのダンス面で固めるし、そう、SK だからできるっしょみたいな、やっちゃうちゃうで。これはオリジナルですね。シングルのカップリングとか、そう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 、初めてだから B2 でみんなでミュージックビデオとか撮って楽しかった、うんうん、まあ、この日はミルキーいないんだ。ミルキーいなかったんだ、なかったんだ、うん、卒業の時に、私の卒業というか、あ、この時から煽ってた、この時煽ってんの、あ、この時はでもメンバーに今日は誰々が煽りねって決められて、多分送る会だから、じゃあチュリさんやってって言ってくれて、これサプライズ、あの北川賢治大好きなんだよね、いい曲だよね、めっちゃ好き。もう一回歌いたいけど、歌うきっかけもなんかこの服あったよね、そう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 、うちないからね、これ、あ、そうなの、うん、うちこの服ないんだよ、この衣装めっちゃきつかったの。首グーンガーンってる。でもちゃんと見たの初めてかも、この NMB の高柳さんを。あ、ほんとね、見る機会ないよね、うん、ここをちゃんとアカネじゃなくて B2 コールしてくれたファンの人がめちゃくちゃ嬉しかった。こうやってやるんだったの？さあ B を作ってるから、すごい。B2 でメンバーみんなは2位って。そう。寂しかったな。そうだよね。だってみんなはまだずっといるわけじゃん。そうそうそう、解散とか言うわけじゃないから寂しいよね、一人だけ、それはね。で、みおりちゃんと梅田さんは遺跡だったから。うん、続けていくけど、私は兼任やったから。千尋泣いとはやる。チヒー変わんないよね、チヒーもあんまりね、チャチャ。そうだな、本当は見送られたくなかったし、でも時が来るんだなって本当に感じました。見送られたくなかったって言い方おかしいよね。まだ兼任やめたくなかったけど、見送りはしていただいて本当にありがたかったです。またみんなとバイバイしないといけないって。ある意味ね、卒業するわけじゃないのに出てくっていうのはなんかね、不思議だよね。だってみんななかなか体験できることじゃないからさ、一回卒業して感じしたもん、うん、なんかね、するんだよね。本当に良かったなって思うし、この舞台に B2 として立てる日はもう本当に反省するのは、たまに B2 ってやるときになんかもう無意識に K 作ってたとき 何回かあった。あーあー、まあ間違ってはないけどね、まあ仕事だよ、ってそう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 、ありがとうございました。無意識にやっちゃうんだよね。この後皆さんを、お見送り会をしたいと思うのですが、なんだっけ、ミュージック、あ、何、誕生日、そう、違う、もう一曲、あの一番最初に歌った曲を歌わせ、三日月の背中っていう曲を、うんうん、横割りだったかな、でみんなで歌ったのが初めての B2 で、粋なことしてくれるじゃん、踊れた、自分の立ち位置とかも全然覚えてなかったから大体の位置やってた、ここで合ってる、ここで合ってるみたいな顔してる、ずっと。あ、だから始まりと終わりは一緒にしてくれたんだ。そうそう、粋だよね。
んかさ、サプライズだけどもう不安だよね、もうできてるからね。そうそう、あれ合ってるかなみたいな。本当にそんな感じだった、ノリで踊ってた。それでもなんとなく頑張って、ここで合って、ここで合ってる、ここで合ってるってずっとこうしてる。優しいね、みんな。もう合ってる、どうすればいい、迷いどり。ここで合ってる。はい、泣いた。ずっと泣いてる。一公演通してこんな泣いてる私この公演だけかも。なるほどね。一人だけ泣いてる感じだもんな、ちゃんと。いや、何人かもない。フォローしてくれないけど、一人だけもう号泣みたいな。いや、号泣、ずっと号泣だもんね。いや、そっちそっちみたいな顔する。懐かしいわ。うん、寂しいだろうよ、みんなもみんな泣いて泣いて。めっちゃ懐かしかった。そうや、えみちが最後出れなかったんだ。なんでなんで？なんでだったかな。なんでだったかな。そう、リーダーでお世話になったからな、めちゃくちゃ。つきっきりであのラップタイムとか教えてもらった。あ、そうなんだ。ラップタイムとリンゴがめちゃくちゃ難しくて。高根のリンゴ？いや、高根のみたいな。めっちゃ難しかった。そっか、コンサートも2倍覚えないといけないもんね、みんな。え、ね、ひたすら楽しかったよ。コンサートとかも全部リハとかなしでほとんど本番やってたけど。リーダーをやらせてもらってたんですけど、 ただ本当に一員として呼ばれた時に、あ、もうあ、リーダーっていう役割はもうとりあえず終えたんだと思ったんですよ、一つで。まあその時正直言うと SKE でものお化けみたいなかもしれない。そんなにいいところではなくて、本当にどんどん下がっていってて、あ、もう私は SKE にもこういった考え方変わってない、これ以上言っても同じことダメなのかなって思ってた時に兼任が発表されて、新しく希望を持ってて48グループでいてもいいんだって思わせてくれたのがこの兼任だったので、本当に別に初日からはいるわけじゃない。兼任ももちろんだけど、これ映像は2015だから、あ、1年ぐらいはやったんだ。私そうだね、公演自体はこれだったけど、その後また1年ぐらい続いてるんだ、うん、公演で。私の兼任解除がこの日だったんじゃない。うんうんうん、なるほどね。あの時に諦めてなくてよかったなって、うん、あれから5年経つんだ。いや、そうなんだ、だって公演だって10回ぐらいしか出てないもん。うん、そっかそっか、うん、あ、父の推しメン、これいつ撮ったんですか、最近。最近じゃない、マジか。くださった時からは、私のなんかすごい明るい方だなって、なんか、大先輩ではあったんですけれど、あんたん壁を感じさせないそんな優しい感じの雰囲気を持ったかったなと思いました。あとは、分かるとか分からないとか、当時はさ、みんなやっぱさ、分かんなかったけど、お仕事の方で忙しかったので、あまり逆上がり声にね、出演できないっていうことが多かったんですけれども、あんたんとあんたんパパのおかげでだいぶ私、NMB に馴染めたとこあったから、めちゃくちゃ感謝してる。そう、真面目にいるってよく言ってたもんね。この間も来てたよ。生まれてたりとか、エコパではないな。持ってきてくださったりとか、どこだったかな、ツアー？とりあえず、新劇の巨人の最近、割と最近。超大型巨人のパックをプレゼントしてくださったりとか、あとはプライベートで言ったら、その東京の方でお仕事、チュリさんとお仕事があったことがあったんですけれど、私がどうしてもその時ラーメン食べたくて、ほんでチュリさんにあのメールでね、東京でなんか おすすめのラーメン知らないですかって聞いたんですよ。ならチュリさんもたまたま、私もラーメン食べに行こうと思ってたから一緒に行こうよってことで、お仕事前にラーメン一緒に食べに行ったのと、あとまだ多少時間があったので、そのリンゴ飴専門店に行って、ああ行ってた、現場入りしてリンゴ飴ずっとボリ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 食べてました ね、 ったね。やっぱりそのキュービー2で上枝 B2 のメンバーもまたチュリさんとね、遊ぼうよっていう話もよくしてるので、またずっとあの、ね、みんな揃って遊びに行きましょ う、 う、 うチュリさん本当に卒業おめでとうございます。バイバイ。残っててくれてありがとう。はい、2013年7月シアターの女神公演から2016年5月、うん、NMB48 チーム B2 坂上がり公演まで見ていきました。さあこれも2013年なので、うん、もうだいぶ前の話になりますが、怖い、めっちゃ最近だと思ってた。そうだよ、組閣して
7年前ぐらいか。大組閣を経てからのチームですね、うん、初めての組閣で SKE だけの組閣外資のか SKE 組閣を経てで大組閣を経てのラムネ。そうそうそう、ふざけてね組閣すぐすぎみたいなそうですね、まあそれも SKE 勢として本当にハテナみたいな感じでしたけれど も、ね、号泣したもん、まあ、そういう感じからの、うん、でもね、ミナが来てめちゃくちゃミナのコメント入ってましたけど、うん、入った、ね、もうちょくちょく入ってきましたからね、うん、で私すっごい印象的なことがあって、うん、あのずっとお世話になってた舞台監督山本さんっているじゃん、うんうんうん、山本さんが SKE に来てなんかこう見てた時にミナにお前まだ猫かぶってんなって言ってて、うんうんうん、え私えこういう子じゃないんだと思ってたら、うんうんうん、こういう子じゃなかった、なかった本当に違った、うん、全然違った、うん、もうどん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 化けの顔みたいな流れてなんかもうなんかもうツルツルのおばさんみたいな、てめえみたいな、でもそういうのもさ、うん、なんかSKEらしくなくもなく、うん、なんかそう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 、ね、馴染んでたもんね、うん、そうだね、でもそういうのをどん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 あかねちゃんをはじめとするメンバーが引き出してくれたと感謝してましたよね、うん、まあ、確かにずっと一緒にいたから、うん、最初はだんだん慣れてきて、いろいろなところに自分の居場所を作っていって、うんうん、私よりもコミュ力がだいぶ高かったいつの間にか私があれあれまあでも原点はって感謝してましたからね、原点ね、ありがたいですね、うん、本当にね、このなんかシアトの女神公演は、うん、まあ、当時目撃者恋愛禁止条例シアトの女神で投票をかけて決まった、うんうんうん、まあ、そうそうそう、 S も K2 もそうだった、 S も E もかそうだったんですけど、当時のリーダー3人で会議して決めたんですよ、うんうん、中西さんとレナさんと次公演どうするって言って、うんうん、何って言ってもなんか投票制にしよっかって話、ね、AKB のやるって言ったらそれはそれでなんか来そうだねってなったから、うん、じゃやりたい曲をそれぞれ被らないようにして、でそこからファンの人の投票で決めようって3人で決めて、みんなで決めたっていう感じ、そしたら皆さんも決めたものですからねって言えるじゃんみたいなそうそうそうっていうので、ね、そうそうやった、でシアト女神になってだけど、リセットやってたもんね、そう、その時もね最終ベルが鳴ると、うん、ただいま恋愛中だから忘れちゃったもん、うん、恋愛禁止だよ、そうそうそう、なんかとリセットとって感じだったんだけど、うんうん、もう私の本命は実は目撃者だったんだ、うん、あ、そうだったんだ、そう、すごい世界観好きだったから、でも結局、うんうん、シアターの女神だったからこのチームは生かされたなと思ったから、結論みんなに感謝してる、とてもよかったね、うん、そう、まあ、このシアト女神自体も、うん、なんか合わせの時間がなくてほぼぶっつけで初日だったっていう話もあるみたいだけど、うん、私とあかりんだけ2人で全然違うところで練習してたね、そうで、あかりんが号泣し始めて、うん、だからもう初日泣いてたよ、こんなメンバーの前で立って踊ったことなくて、どうしたらいいか分かんないってずっと言ってた今まで散々なんで私がセンターじゃないんですかとか言ってたのに、いざ真ん中の方真ん中の板立てられて今まで前の方踊ったことなくて誰も見えなくて振り分かんなくなるって言ってた不安だったのね、ずっと泣いてたよ、うん、そう、やっぱそのね、後輩、まあ今卒業したとこも多いけども、うん、その時後輩、いや4期とかさ、うん、5期とかの後輩にとってもやっぱりその、うん、やべえやついっぱい来たじゃん特にやばいやついっぱいいた、うんうんうん、あやちゃんとこわみとまいまいとゆかりとやべえ4期いっぱいいたから、私はその1個前にその子たちとチーム入り一緒だったから、あ、うんうん、まあ、なんか大体分かっていたんだけど、うん、このシアトの女神やる K2 に組閣した後の、うん、あの子たち初めて見たとこ多かったもん、あ、こんな子たちだったんだって、うん、その時のチーム入りでもすごい、まあ、うん、チームとしてやってたんだけど、うんうんうん、とはいえ、あ、新しくやっぱ先輩たちが引き出すその相乗効果ってあるんだなっていうのを感じたし、ね、本人たちもすごいなんか楽しいって言ってたし、うん、ね、本当に、うん、確かにね、まあ、言うて多分ずっと同期がリーダーやってたチームだったっていうのもあると思うから、初めて先輩がリーダーになって、まあ、同期だけじゃない環境で多分いろいろいろんな意味でなんだろう、気負わなくなったんじゃない、同期の中でどうしても全員ライバル、うん、私が、うん、頑張らなきゃとか、 なんか、うん、私が一歩先に行きたいっていう気持ちがあるけど、うん、多分なんか初めてチームとしてものを作り上げようという気持ちになってくれたかも、うん、なるほどね、うん、っていう方に私も即したんだけど、うんうん、だいぶでもなかなかやっぱ それに移行するに時間かかった、いや割とすっきり、うん、多分最初はねみんないい子だから、初めての組閣だったもんね、だってね、そうそうそう、うん、いい子のうちに私がもうそのこっちだよってみんな案内して連れてったから、うん、導いた、うん、導いたチームというのはね、って言って自分一人一人が勝手なことしていいことじゃないんだよっていうのをなんか遠回しに言って、
みんなで作ろうねっていうのを結構ずっと言ってたから、うん、私的にもすごい見ててなんかすごい大好きなチームだったから、まあ、すごい短かったんだけどね、うん、このチームで活動できたのは ね、だからこそやっぱ今でなおもうなんか、うん、なんか満足いった感じで終わってなかったからこそさ、うんうん、なんかそうだよね、短かったもん、なんていうの、話題にやっぱ上がるし、うん、半年ぐらいだったもんね、なんかいいとこでこうね、まだまだ見たいって思ってもらうとこで終わっちゃったからこそ、うんうん、今でも伝説とやっぱ言われるチーム C、ね、って言われるぐらいのね、チーム C はもう ねシアターの女神、ね、あの時の系図をじゃあなんて言うってなった時に言い方がないから決めただけなんだそうか、そうね、ちょっとね一個前の系図とか、ね、なんかもう不思議だから、そうそう、で私の多分最後のリーダーだったから、チームチュリーC ね、いい言い方です。その次ですね、うん、K2 フィフスラムネ飲み方公演、うん、再度やるって2度目のラムネ飲み方公演はどうでした？割と嬉しかった気持ちと複雑な気持ち、結構やっぱ周り見渡すと違う子だったりとかするわけじゃん、うん、そう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 、うん、だからその複雑さもあったし、まあ、自分の兼任と被ってた時代だったから割と余裕なかった、そう余裕もないけど私は振りは完璧にできるみたいな、なんかでもみんなの振りを振りが結構違う合わせたいどうしようみたいなところが結構あったかも、うん、なんか割とアレンジャーが多かったから、うんうん、まあ、そのダンスの、うん、結構自分に合わせた振りにしちゃうことも結構多かったから、うんうんうん、どうやってでもあの時のものが、まあ、一つの正解ではあるけどあれを再現するわけじゃないから、うん、昔の K2 のラムネを、うんうん、その辺とかをどうやったら新しい色に変えれるかとかも結構模索したね、うんうんうん、でも最後の方には割と自分たちの自信持ってできるようになるまでいったっていう記憶があるから、うん、あと結構長くやってた気がする、そうだねこれ長かった、うんうん、そうそう、で最初は2年ぐらいやってね、まなざしやってたけど一回そのユニットシャッフルして、うん、もう一回ラムネで、まあ、クロスで終わったっていう感じでした ね、うんうん、当時ね、まあその当時、まあ、兼任もした、さっきもねずっと喋ってましたけども、うんうん、あんたんからもコメント来てました、逆上がり公演ですね、まあ、映像は見送る回でしたけれども約1年間ぐらい、うんうん、まあ劇場公演は数回って言ってたけど、半年半年ぐらいしか私はね、そうなんだ、兼任してない、あそうなんだ、うん、じゃあ初日なわけじゃないんだ、何が初 日、 初日から半年ぐらい分しか出てない、初日から半年なの、そうそう、約1年ぐらいだ、にゃ初日と映像だから見送る回までは約1年ぐらいある、うん、本当だ、うん、から多分1年ぐらいはやってんだけど、あ、まあ、感覚的には本当に短い感じかなっていうふうに、正式的に多分活動始めたのがそうだったのかな、うん、いや、うん、分かんないや、でも初日にはいたわ、うん、どう、まあどうでしたってことはないけども、初めてやっぱ SK 以外のグループ、うんに自分が入るってなって、うん、どうだった、いやワクワクしかなかったね、うんうんうん、結構楽しかった、ただただ、うん、ただその関西の人って言い方強いから、うんうん、最初はあれこれは私メンタルやられるかもうんうん、うん、全然思わないとか全然言われるし、死んだ方がマシやでとか言われるし普通にね普通に言うからあれこれやばくないと思ったけどなんかね、それを言えるようになるぐらいの方が認めてくれた感が途中で気づいて、あ、これを言えるってことは多分心許してくれてるというか、一つ壁を越えないとそうやって言ってくれる子って確かにいなかったから、そうそう、一期生とかは最初から割と突っ込んでくれたりはしたけど、後輩とかがちょっとずつ突っ込んでくれるようになってから、あ、なんか認めてくれたんだなっていう感じが NMB として、それが嬉しかったなっていうのもあるし、やっぱりなんかSK にいると、まあ、後輩にしても振りは教える側でしかなかったけど、うん、NMB と兼任して初めて後輩に振りを教えてもらう側になって、はい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 、なんか今までは先輩が教えてあげなきゃみたいな概念があったけど、なんかそこで一つ、あ、後輩に教えてもらえることがあるっていうのを喜びになったのは兼任の時だったかな、うん、年も木も下だし、うん、そう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 、だって1期生でも年下で後輩だったから、うん、の中で梅田さんっていうベテランもいて、そうだね、みおりちゃんも勉強になったよね、そう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 、その中ではね、本当にね、うん、素敵な機会でした、うん、あの涙が物語ってましたからね、もう号泣でしたねあと NMB のシングル曲が基本好きなのよ、うん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 、そうだから何歌えても嬉しかったね、うんうんうん、黒髪とかも嬉しかったし、なんだっけ、カモネギも嬉しかったし、うん、なんだっけ、アンダーナインティーンとかも好きだった、ね、ああ、純情、そう、うん、そう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 、何歌ってても嬉しかった、だってね、北川源氏も好き、北川源氏大好き
今でも、ね、ただのスタッフの名前だからね、うん、そうだよ、北川健二って北川健二さんですからね、北川健二さんですからね、はい、嬉しかったです。というわけでですね、さて最後はチーム K26 リスタート公演の、高柳あかねちゃん生誕祭、そして2018年10月ラムネの飲み方公演リバイバル、こちら10周年記念のやつですね、うん、そして、2019年3月 SKE48 2期10周年公演、そしてそして2019年10月帰ってきたミッドナイト公演まで見ていきましょう、盛りだくさんです。それでは最後曲振りをお願いします。はいどうぞ学べ学習しろ今日の前座は私、やばいやついるじゃん、もはやもう映り込んじゃう、もうなんかもう反応せざるを得なかったんだよ、ね、何してんの、え顔見映りますこの後、インディアンみたいな、え何、映んないのかな、ファンの方の顔は。でもなんか様子おかしい感じは見えてるよ、みんなやばい仮面つけてんだよ、目合ってる感じしないよねみんなみんな赤ちゃん見てるんだろうけどね、うん、仮面武道会かなみたいな感じだったのあいちゃんも困惑してるもんな、チューシー、そうなの、いや後ろ姿もやばいけど、やっぱ前から見たら圧巻だった、映んないかな、映んないかな、メンバーもこの後出てきたとみんなびっくりしてたあ、仮面がほぼ外れてる、よかったよかった、見てほしかった、仮面映してほしかったんだけどダメだったな、あ、ユナだ、うん、ね、2年前ぐらいになるのやつ、うん、なんか多分ナオがいないわ、うん、ハギちゃんもいる、わぁまたこっちかだね、え、もう最近なのになんでこんな懐かしい人いっぱいいるの、うん、不思議やわ、カオタもミコティもいるしね、やっぱり、ね、結構変わってんだよね、この K2 も、そうだね、まあ5年もやってればそっか、うん、はい、今日待ちるよ、バードマチーク、ありがとうございます、陽気なハッピーアローババアことチュリコとママの中根です、この後 の、 あのメンバー、この前にメンバーに振られたやつって言われたんだ、あ、この後見えるかも、中根、ね、ちょっと待って、それもすごいんだけど、頭のなんかやばすぎて、今日の前座は私って振り向いたらこれだよ、映る、あ、来た来た来た、仮面武道会だった、みんな仮面武道会だった、今からエゴさんが私の好きなところに行ってくれます、優しくてかっこよくていつも味方でくれて私のヒーローのところありがとう、でも私はみんなの方が大好きだよ、ジュイちゃんのバカ、なんかあやこちゃんも大人っぽくなったね、やっぱり、うん、そうだね、髪色もこの時はずっと黒かったけど、あやこちゃんこれ昨日って言われても分かんない、うん、私もそう思うね、うん、変わんな、ま、でもこれでももう3年前、うん、無理やって、はぁ、ね、最近だってこんなん昨日だって記憶的にね、うん、いけるいけるいけるとか、なんてねあ、ここで赤いちゃんみたいな髪型してんの、みんな、みんな、みなちゃん、うん、あ、全然関係ないと思う絶対そんな関係なかったと思うけど、わかんない、みんななりになんか考えてたのかな、短いスカート、ゆな、ね、
衣装可愛いよね、この公演。可愛い。この後のボロボロな感じなのね。え、シャツ。あ、殴り合って脱いで。あの歌も好き。夜中ね。うん。流れません。残念ながら流れません。せーの、はいはい。はい、煽ってます。SKE48 に入って9回目のお誕生日でございます、うん、そのネガティブをプラスに変えようという気持ちにすごくなって、そんな気持ちでこの1年やってきました。今が一番楽しいんだっていうのをみんなとちゃんとその目撃者になりたいなって思ってるので、それに皆さんがついてきてくれたら嬉しいなと思います。この時からこれやってんの私、ケツコールしてくるんですけど、頑張ってこうやってやってるんです、いつも。きつい体勢を皆さんにきつくしてるの。めっちゃしんどい。ルカとかもまだなんか子供だもん。これはね。だいぶ垢抜けたね、それ。なんか髪色もそうだけど、なんかメイクがちょっとずつみんな変わってる気がする。まあ、女の子としての成長は面白いけど。そうだね。ツールじゃん。そうか、この時はセンターステージがあったの、うん、私はでもね、あれが好きなのよ、オケラが好きなの、めっちゃ、うん、皆さんありがとうございます。流れなかったけど、本当は楽しいでいっぱいです。オケラのね、曲楽しい人生にしましょう、うん、ありがとうございました。ファッションショーみたいなやつでしょ、うん、振り付けだろうとか、なんかね、もう本当におしゃれだよね、うん、ミュージック、なん、うん、ライン音のあの感じがすごい好き、うんうん、あ、今これ10周年でめっちゃ楽しかった、ね、マジでみんなこの1回にかけるぞみたいな気持ちがめっちゃ良くて、めちゃくちゃ楽しかった。だって別にみんなね、同じチームで過ごしてきた子ばっかりじゃないし、 そのために覚えてくれた後輩もいっぱいいたので、そう、割と自力でしかも、うん、めっちゃ楽しかった。この公演、あの琥珀も出てくれるんだって、ね。めっちゃ足だと思うな。あ、もうこれもね、ほんと立候補制だったから。そうだね、でも漏れてたもん、漏れてたか溢れてるほどだもんね、まあ、ね、うん、出れなかったっていうね。いや、王ちゃんとかも意外だったね、うん、出たいと思ってくれてるの。マキカもいるよ、イエーイ。あブーちゃん子供みたいだね。ブーちゃん？あの真ん中のブーちゃん。あ、あの子がブーちゃんって言うんですね。なるほど。いいで、いいで、いいで。行こうって言わよね。うん。楽しかったな。うん。うん、もうだいぶ今だもんね、これ、うん、懐かしいなって感じはないけど、でもなんか本当にパフォーマンスと気持ちだよ、マジで。本当に全然、ね、オリジナルに負けないぐらいみんなすごい。あ、そう、あかねちゃんもそうやって言ってくれたから、うん、あかねちゃんがそうやって言ってくれるとさ、やっぱ本当だなって。うん、楽しかった。だって当時にいない子とかばっかだからさ、やっぱり、うん、まあね、まあね、うん。見に来てくれたさ、振り付けのさ先生もさ、ね、めちゃくちゃ良かった。久しぶりにさ、初期からやってくれてる人が、うん、そう見に来てくれてね、うん、でも泣いてたもんね。泣いてた、めちゃくちゃ良かったとか言って。いや、すごいよ。1曲目だよこれ、やばかった。アンコールの勢いだもん。これほんとめちゃくちゃ息、動悸、めまいするのよ。はってなる。まだあるからね、この後ね、うんうん、すごい。ほぼ1曲見せてくれるじゃん。あ、1曲見せてくれた、ほぼ。ね、これさ、目合わなかったよね。多分2人ともずれてたよ。どこだ
ここ？うん、なんかそう合わせるとかじゃなくて、なんかの時に、うん、なんか私が見た時に合わなくて、赤ちゃん見た時にも合わなくて。残念、残念です。SK48 10周年記念リバイバルラムネの飲み方公演始まりました。楽しかったな。久々にやるとオーバーヒートがこうやって新劇場でこうなんだろうな、ラムネの飲み方をこうまたいだわけですよ、急激から。なのでなんかこう歴史をいろいろ感じたから、この10周年っていう年にまたできるっていうのがすごく素敵で嬉しいことだなと思いました。次いつできるかわかんないので皆さん、いやもうわかんないですよ、本当できないかもしれないし、いつまでいるかわかんないので、ね、まあね、この時は、まあ、でも今日自分の10周年までとりあえず頑張ろうと思って、超盛り上がってくれたらまた次があるかもしれないので、皆さんしっかり盛り上がっていってください。よろしくお願いします。イエーイ。これもいいところだな。どこに涙あったんや。コハピこの辺に涙、はいはい、コハピさんの涙この辺にあったんや。この辺にあったの今。ニコッティの安定感もすごい。あー、マキコさん、マキコさんマキコさん、マキコさん、チラチラマキコさんにもなっています。この曲エゴさん黄色着てんのなんかね、ラムネの飲み方。瓶はないですか。瓶探してる。瓶探してた今。あ、ないの、ないの。あ、泣いてる。なんか聞こえるね。うん、K2 のプール。なんか何年経ってもずっとこの公園が愛されてるんだなって思って、すごいその感じが嬉しくて泣いてるんだけど全然映らないですね。え、なんか後ろで泣いてます。後ろで泣いてます。ギャラギャン泣いてるやん。ビーツから一人でギャーギャー泣いとうやん。このね、曲が染みるようになったのは本当に大人になってからなんだよね。まあ、そうだ、うん、笑ってもほんと泣いてんなーつって、こいつ泣いてんなーつって、あ、ボロボロですね。この曲は本当に、私はなんか笑顔で、もう疲れちゃってる。疲れてる。だってこれダブルアンコールアウトだもん。これそうだね。飛んだもんね。もう一回ぐらいやりたい。せやな。やろな。やりたい。カオタンはやりたくない。ちょっと困って、またもう一回やりたいなって単純に思っちゃって。あの改めてこの公演の良さというか、うん、愛されてるんだなっていうのもこう気づくことができて本当に幸せに思いました。皆さん本当に今日はありがとうございました。なんかやっぱ一緒の画面にいるの慣れないよね、公演でね。あ、うん、でも最近でもミッドナイトとか K2 とか、まあ、そうだよ、そこら辺だけだよやっぱ。そっか、うん、始まった始まった。ラララララ、あ、音どここれ1サビだったら私歌詞やべえぞ。え、そうだよ、これ1サビだよ、やっぱりそう思いますか。ですよね、またもこの立ち位置。そうですよね、皆さん、同じ歌詞が2回狙います。めっちゃずっとめっちゃずっとめっちゃずっとつでもこれ直前まで2期か K2 か悩んだんだよね。そうそうそう、でもなんか K2 の時はだから K2 でよくねって思ったよね。 Yes! はい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 。結局さ、ミコッティはさ K2 戻ってきてさ、赤井、うんうん、ちゃんが辞めたらマイコじゃあ K2 戻ろうかな。おー、うん、あーじゃないか、別に何の、あー、即刻しないよ、何の、あー、即刻しないよ、ね、もうしたようなもんじゃん、もうだって全然違うもん、まあ確かに。私はでも自分が卒業したら SK もしかして組閣あるんかなと思ってたんだけど、なるほどね、この間でも昇格発表あったからした、ね、まあでも何やるか分かんないから、うーん、まあ何考えるかな。みなさんのことすげーねー、大学生焼けた焼けた、このさ、明るい音楽が聞こえてきたら皆さんをアカネワールド
にご紹介しご招待しちゃいます。 SK48 2期生チュリこと高柳あかねです。 I love bird チュリチュリー。 うー懐かしい。懐かしいね。 I love bird チュリチュリー。あ、ずっと歌おう。出た。あれ、いつ歌う。あれ、歌う、歌う。どうしよう、歌う。もうすぐ来るんちゃう、歌。もうちょっとで歌うじゃない。あ、歌うな。あ、これイントロだからね。歌うよね、歌うよね。あ、目待ってね。歌わない。歌わない。チェイク。チェイク。チェイク。終わった。無理。あ、でここにティーバック入る。ティーバックここに入ってる人。ティーバック入ってる人。10周年でお前は何をやっている。そうなんだね。10年に培ったものは何だ。ね、やったことないやつをあえてやる。これ親見に来てるんでしょ本で。よくやったよね。よくやったよな、ワイコン。大変だ。めちゃくちゃ楽しかった。楽しそう。この後設定だけ続きだったじゃん。そう、めちゃしんどかった。あ、可愛い子、高柳あかね誕生。で、高柳、銭形あかねだっけ。あ、銭形高柳ってないの。可愛い。銭形高柳かなんか。可愛いね、髪飾りね。そう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 。そう。お縄。お縄。お縄？うん。もうこれも私オリジナルラスト1人だからね。あ、ね、待って、すごいいっぱい持ってんじゃん。そうだよ、10個。そっかそっか、これ、あ、ちょっと待って、やった、やったな。ピンク、ピンク、これはピンクダメだったんだよな、結局。そうだね。この衣装のさ、色替えもどうしようかってめっちゃ考えた、めっちゃ考えた、ここ、うん、赤いじゃなくて何も変わんない。あ、そう、私だけずっと青。めっちゃ頑張ったよね、なんかカラフルにしてもらったんだよね。そうそうそう、3色とも入ってるようにしてもらって、タンのリボンの取り合い。しかもさ、最後のさ、サビさ、言い方変えたよね。もうそう、知らない。ここじゃない、うん、ラストサビかな。流れないかもしれないね、この長さ。連れて行って。やってた。この衣装もこれ浮かんだ時にしっくりきたよね、うん、あ、これでいくねって。この時に頑張ってダイエットしたんだよな。うん、私間に合わなかったわ。間に合わなかった。プニってるもん。プニプニいいもん。間に合わなかった。ラーメン食べてた時代やん。でもそっからずっと太い幅おかしいんだ。本当だね。本当だね。俺1年前からちょっともう。あ、私のズボンがちゃんと今時にハーフパンツだね。あかねちゃん関心なさすぎてずっと疑われてんだよね、時代に。そうそう、何でもいいって言って履いてたら、なんかもうこ腰パンぐらいのズボンずっと履かされてて、時代はこっちじゃん、もう昔こっちやったから時代が。そう、10周年の時に、うん、みんなに置いてかれてるから気づいて、ね、置いてかれてる、気づいて。なんで私このダサいって形もそうだけど、なんかベルトとかも、うん、なんかすごい、あの衣装さんがあの新しいの出してるのと当て込んでくれたんだけど、あかねちゃんだけずっとなんか10年前と一緒の会いたかったのやつ、10周年の時に気づいて、やっとなんかみんな、みんななんかあれ、ね、何そのおしゃれな、なんかベルトベルトちょっと透けてるじゃんとか、なんでみたいな、ね、疑わずに、うん、ずっと履いていた。はい。しかもこのさ、Tシャツもこだわったよね。なんかニキティ着るって話になったんだけど、うん、Tシャツだからアンコールって、うん、だけどこの SK Tシャツが着たいからわざわざ着替えに行ったじゃん。着替えに行ったじゃん。後ろ貼るやつね。でもピチピチじゃなかったんだよね、当時の。あ、そうそうそう、バッチバチだったもんね、当時のやつはもう、うん、うちにあるけど、背中についてるやつとかも多分もう各自で持って帰ってなくて、うん、うちにあるけど、あるよ、あれ多分、ね、赤井ちゃんだけあるよ多分。で、私ない。私はないよ。バチバチのやつ、チャチャン。あ、ここよくさ、生地で使われたやつ、ね、なんかいい絵だね、うん、シャッターチャンスだよって言ってやったもんね。そうそう、確かに。なんかうちらさ、ほんとそういうことばっか考えてる。シャッターチャンスだからここ長めに撮ろうとか、ここでここちょっと長めにしようね。で、生地にされるわけにここ絶対使われたいからねとか言って、会いたかったら絶対使われるから。ほんとやだ、ほんとそういうこと考えちゃうよって。よくない。ほんとだよね。
プル。最後に聞いてください。せーの、SKE48。 この衣装のね、いろいろアレンジもねしてもらってね。そうだよ、へぇ、あ、そうか、あかねちゃん髪あるからあんまわかんないね、うん、もう可愛くしたのね、ビーズで、ね、うん、マイクなんか、マイクはもうなんかもう違うもの着てるじゃない、ちょっとそうだ、長さも全部違うて、うん、これもさ結構ギリギリでさ、うん、もう作ってもらったやつ出したらさ、なんか文句やっぱ言えないから、もうやっぱね、じゃあそれに行きましょう。あ、かわいい、あかねちゃん背中、あ、そう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 、そう、うん、みよみよに、みよみよみ、あ、もう発表した、卒業発表したんだ、発表した後のこの挨拶の時になんか実感したんだよ、ね、あ、そうで、しかもあかねちゃんこうやってるからさ、キー使われたやつもさ、そうだね、また記事の話して、なんか始まったよ、ま、たあ、久々のやつね、帰ってきたミッドナイトな、これはもうマネージャーがただただ好きで入れられた曲です。ミッドナイトのユキちゃんめっちゃ良くない？ミッドナイトのユキちゃんがいい、ミッドナイトのなんかちょっと大人っぽいこのさ、うん、いいね、めっちゃ良くない？ミッドナイトのゆきちゃんめっちゃいいよね。いや、 K2 のゆきちゃんもいいんだけど、ミッドナイトのゆきちゃんはいいよね。あの、今まで出してこなかったものをポテンシャルを発揮してる感じする。なんかそれこそ小島さんみたいな雰囲気、え、嬉しいよ、それ絶対やった方がいい。見てこれ、うん、見てる言わないもん、見て見て、ファンの人もあの言ってたよって言うんじゃなくて見てって言って、ゆきちゃんにめっちゃいいね。というわけで今回はこの10名でお送りしたいと思います。皆さん、私たちのことをミッドナイト公演で見たかったですか？そうだね、発表しなかったもんね。うんうん、そうだね、メンバーだ、来た、あー、問題作問題作じゃない問題作ね、自分で、うん、でもめっちゃ楽しかったけど、こういうなんかお芝居みたいな演出するの初めてだったから、劇場で、うんうんうん、楽しかった。もうだってオリジナルだもんね、もはや。うん、そうだね、まあ、人数も変えてれば衣装も勝手な曲の解釈もしてるからねこの歌詞覚えるのめっちゃ難しかった。あ、覚えてたんだ。めっちゃ頑張って覚えた。これしかもさ、リハーサル通りじゃなかったんでしょ、最後の終わり方。あ、そうそうそう、本当はでもこの辺で終わって、うん、もう後ろに行って椅子に奈緒が座って、うん、本当は椅子に座る予定だったし、椅子だよね、引っ張る、そう、引っ張ってこう寸止めみたいな、なんかので終わる予定だったんだけど長かったよな。これもめっちゃもう表で見たかったいや、衣装も違えばこんな違うんだ。わーいって感じ。もうなんちゃんもみなもなんか SKE に染まったなって感じするよね、うん、SKE の人、うん、ウェイウェイあ、もうこれはもう本当に好きこの曲昔からもうあんまもう覚えてないわ、もう必死すぎてごめん、もうあ、待って、んあれ来る、あれ来る私の大好きなあれ来る待ってあ、来ない来ない来ない、やばい、マイクはすごいふりしちゃったかんだけどやばいよね、めっちゃ3回ぐらい見たもん見て、みんな、よかった。何のやつで見れた、あれ、何
んだっけ、ランちゃんのドキュメンタリーでランちゃんが喋ってめっちゃ注目しちゃったやつだ。今年も開催できたことも本当に本当に皆さんのおかげで、本当に好きに来てよかったです。何回やんの、何回やんのこの話。好きに来てよかった、毎回感じる。卒業公演する。卒業公演ミッドナイト公演でしないよ。楽しいですよ。特別ゲストで呼んでくんないかな。いいじゃん、帰ってきたミッドナイトの人、リアルも帰ってきたじゃん。帰ってきた、帰ってきた高柳。この曲で終わらなくちゃいけないのだけが心残りだったわ、うん、この衣装で発表するのかと思いながら今歌ってる。ね、ずっと思ったんだね、この時もね。そう、あれ、この時は発表してないわ。この次の、うん、さらに帰ってきた時に発表したの。さらに帰ってきた時に、この時に発表してるんだよ。あ、この時か。うん、あ、もう分からなくなってたわ。ミッドナイト公演2019にご来場いただきまして、誠にありがとうございます。発表したそして、うん、この衣装で発表するのか。私、高柳茜は SK48 を卒業することにしました。どういう顔よ、それ、ルカちゃん。すいません、急な発表で、そう、メンバー全然なんか冷静なふりしてるけど、やっぱ知らないじゃん、うちらは。なんかこっち子たちはさ、なんか冷静になんかえーとかやるけど、若い子たちはうちらはさ、なんかえーとかできないし、えーって思ってもみたいな。なんか本当に毎日これっていうものが本当に好きで、みんなっちゃう。もう自分もいるけど、でもここだなって自分が思ったので、決めました。これあんまり言葉考えずに言っちゃったんだよね。で言うって気持ちだったんだ。だからミッドナイトでよりかは周年のタイミングだったの。公演が大好きで、うん、何周年の時だと全員いるから、なんかお祝いの日だし、あんま発表しにくいなと思って、もうこの時期になんか発表できる場所がなかったの、マジで。まあ、ここしかなかったからここでした。し、まあなんか同期もいるし、普段一緒に立てないようなね、チームが違う子とか、ランちゃんとかもそうだし、いるから。って感じですかね。はい、というわけで見ていきました。でしたと公演の、生誕祭、うん、そして、ラブの飲み方リバイバル周年のやつですね、うん、と、2期生10周年公演、そして、帰ってきたミッドナイト公演、ミッドナイト公演までを見ていきました、うん、というわけで、まあなんか、あ、こんなに前なんだ意外とってものから、結構最近までありましたけれども、うん、だ生誕とかもう3年前とかね。そうだよね、意外とね、考えるとだいぶ前だけど、 なんかすごいリスタート公演をちゃんとこうやって、うん、なんていうんだろう、 DMM なんか定点映像とかで振りとかの確認は今までしてたけど、あんま DMM のこうやってなんかそれぞれの表情が見えるやつを、うん、あんまちゃんと見たことなくて、あ、見たらすごい楽しそうだった。それすごいアイドルだね、あの公演。そうだね、うん、曲調とかもね、いっぱいあったから、リセットか、リセット公演か、うん、めっちゃ、まあでも生誕祭ね、うん、まあ、だからないわけじゃん、もう。いや、もう十分してもらったよでしょ。だからこれからないわけじゃん、もう10回もさ、なるとさ、なんかまあ、毎回生誕祭してもらって、毎年、うん、年を取るなっていうのが、なんか生誕祭があると実感するみたいな、やっぱあるじゃん、うんうん、楽しいお祝いしてもらってっていうの、うん、だからもう追加なくなっちゃうわけだし。そうだね、もうなかったものがあった、なかったはずのものがあったわけだけど、どうでした、うん、自分にとって生誕祭っていう特別なものは。生誕祭は、うん、やっぱ最初は、うん、入ってきてすぐの時はそんなメンバーのお誕生日お祝いしてくれるんだみたいな、うん、で昔はケーキとかも出てきたじゃん、うん、で毎年その何ファンの人たちが考えてくれたすごい鳥のケーキとか、なんか鳥のケーキとか、毎年鳥だったんだけど、鳥だったんだけど、いろんなジャンルの鳥のケーキが出てきたりとかして、でね、本当に火消したりとかもしてたし、なんかすごいなって思ってて、でもだんだんなんか生誕祭って意識表明する会みたいな感じがしてくる。なんかメンバーもだんだん、なんかただ誕生日おめでとうイエーイで終わらずに、なんか毎年今年は何言ってくれるんだろうとか、どんな気持ち伝えてくれるんだろうみたいな、なんかプレッシャーが若干かかるようになってって、手放しによっしゃ誕生日だって感じではなかったけど、毎年でもこの場所があったから、悔しい時も悔しいって伝えられたし、嬉しい時は嬉しいって伝えたし、目標ができた時はそれを素直に言えたから、まあこの場所があったからこそみんなとの距離は縮められたりとか、あとはもうメンバーが
こう笑顔で私の生誕祭で楽しんでくれてると、あ、なんか嬉しいなって思ったりとか、そういうのをなんか実感する、回だったなってすごく思うな。なんか自分の生誕こそみんなに楽しんでもらいたいっていうところがあったから、ね、ちょっとやっぱ遠慮しちゃうもんね、みんなね。そう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 、だからで、なんかチュリーさんのファンの人すごい面白い、なんか楽しかったとかみんなが言ってくれると嬉しかったし、でも本当にプライベートでそんなお誕生日イエーイって毎年祝ってもらうようなあれじゃないから、これから先は多分ひっそりと誕生日を迎えていくんだろうなって思います。すんとなんかお仕事も、ね、将軍のでも誕生日祝ってもらったよね、本当に本当に十分、もう毎年何歳のって言われるのがもう恥ずかしくなるぐらいもうお祝いしてもらったので本当に幸せでした。はい、そして続いてラムネの公演、ラムネの目方公演リバイバルですね。これ10周年公演で、制服の目ラムネの目方公演手をつなぎながらあと3公演、リバイバルでやったんですけれども、でもこの時にやっと初めて3人みことと真紀子と3人でラムネできたんだよ ね、めっちゃ嬉しかった。そらなかったもんね当時とかはね、めっちゃ楽しかったし、なんかこう、他のチームのチーム E とかの後輩がなんか出たいって自分から手を挙げてくれたっていう、まあ、これは本当に立候補制だったので、すごく嬉しかった、意外で、出たいと思って、でちゃんとののちゃんとか、うん、ね、ののちゃんとかはもともと SK のファンだったっていうのもあるけど、なんかもうおーちゃんとか、琥珀とか、いや意外だった。そっかそっか、そうだね、ほぼ自力で覚えてきてくれて、簡単じゃなかったからみんなそうだね、きっと、嬉しかった、ね、あとアイアイとか、そうだね、そうだね、アイアイも覚えて出てくれて、アイアイ、アイアイは、ちょっと多分アンダー出てくれたんだろうね、そう K2 のあのもう一回やった時に多分出てくれてたりはしたと思うんだけど、嬉しかった、ね、まあでも現 K2 色は強いながらもやっぱそういう、SKE 感も出るような、マイクも楽しかったなと思って、めっちゃ楽しかったね、前の日のリハは楽しかったよね、そう、手綱終わってその日ので、そっからもうちょっと夜遅くからみんなで合わせたりとかもしたんだけど、楽しかったなと、楽しかった、本当にこの時のラムネは本当になんかラムネに例えるとなんかもうラムネビー玉落としたらプシューって吹き出す感じの楽しさだった、炭酸強強みたいな、強がプシューって出る感じの楽しさだった、最初からラムネに例えてくれました、はい、ラムネに例えてくれました、いやでもね、私も結構映像見直すぐらい楽しかったなと思うし、ね、だからもう卒業してるメンバーも多いからさ、私も内室命中とか見るとさ、みんないないなって思って見てるこの時のそうそう、この時の内室命中もみんないない、初めてやったんだけど、この時内室命中もはい、で、はい、そして続いて、2期生10周年公演ですね、はい、3人でやりましたね、楽しかった、そうで、みこて卒業発表したんだね、そうそうそう、でいつだっけ聞いたの、ほんと数日前とかだったよね、1週間いや違うじゃん、マジで1週間、リアルに1週間前の生配信、ショールーム、そうそう、生配信を東京でやらせてもらった時に特番で、その後のご飯って言うのね、ね、私はちょっと前から聞いてて、タイミング的にで、あかねにも言わなあかんなって、そう、2期の担当マネージャー、そうそう、で、あとは担当マネージャーさん、この声も担当してくださったマネージャーさんにも多分話しててしてみたいんですけどって、あ、でもあかねがいいって言うならいいよって言って、でもあかねの話すタイミングかなってずっとミコティも言ってて、でご飯行く時にじゃあ話そうやって言って、もうすごいお酒が進むのよミコティ、めちゃくちゃ飲んでた、ね、めちゃくちゃ飲んだよね、もう多分飲まないと言ってられなかったんだよね、本当に、でもうちらはさ言うの、まだ今か今かと待ち望んでたけど、ずっとお酒だけが進んでで最後の最後にねちょっと言ってたんだけど、で別にあかねちゃんもなんかそんななんか ダメとも言わないし、出て、まあ、でもそこからいろいろ話して、多分その時にもあかねちゃん多分自分卒業も頭にあっただろうから、そういう話を、私も発表したかったぐらいだった、そうそうっていう話を聞いて、なんか二人ともそう思ってたんだっていうのを私は同時に知って、まあなんかみこってもやめるっていうし、あかねちゃんもなんかそういうこと考えてるっていうぐらいだから、あ、なんか必然的にその時に私が最後なのかなっていうのをこう思いつつ、うん、だから悲しくなって、2人ともなんか私が一番悲しくなっちゃって、なんか2人が発表してるはずな発表が言ってるはずなのに、なんかそっかそっか、で来年はじゃあ私もうこれね10周年できてよかったなっていうふうに感じたりとかしてたから、だってもうそれは私は真紀子が支配人になった時点で、あ、こいつ最後だなって思ってなんなの別に、でも支配人だったいやもうこれはもう最後だな、そっか、頑張る骨をうずめる覚悟でやっていくんだ、支配人になったのはこの後、え、前でしょ、前でしょ、後だよね、この10周年の後でしょ、10周年の後だっけ、
そうだよ。そっか、うん、まあでもキャプテンとかもあったのかな、わかんないけど、まあ、まあまだなんか続けるんだろうなっていうのはあったね、うん、で支配人になって、ね、あこれはってなったね、うん、この公演決めるのもね楽しかった。でもやりたい曲がありすぎて、うん、セットリスト決めるのも時間かかりすぎたし、うん、うん、本当に、ね、でもなんか遊び心が満載だったよね、うん、あった。マンゴーナンバー2全員言いたいみたいな、うん、じゃあ全員言おうやみたいなでもしかもさ、なんかフルで歌いたいとかさ、俺はワンハーフでいいとかさ、うん、なんかさ、うん、もうバラ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 公演だからバラ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 だし、本当に、うん、でなんかやっぱ3人だから立ち位置とかも難しかったし、歌割りも難しかったし、過去一立ち位置難しかっ た, かった、めちゃくちゃ難しかった。基本こっちかこっちかこうだもん、ね、うん、でどの場所も違って列も違ったりとか難しかったね。難しかった。だから16人も難しいって思ったけど、16人とか75人とかの方がちょっと簡単だよ。何回かさ、目合わせてさえ、てかさ、逆に言ってさ、2人見て違うよね、逆だよね、あったよね、あったよね、あったよね、めっちゃあったあったあった、そうそう、楽しかったな。だからやっぱり劇場が16人ってやっぱ狭い気もしたけど、いやそうでもないんだなっていうのも思ったし、でもでもどこ見ても大体目の前にいる人、ファンの人はちゃんと私のこと見てくれたから嬉しかったよ。たまにさ、目の前にいるのにもうめっちゃこっち向いてる人とかもいるじゃん、やっぱ推しだけよみたいな時もいる、うん、もうなんかそれはなんかみんなの本当に目線をいただきまいゆって感じ急にどうしたのいただいちゃったまいゆー、はい、いただきまいゆーって感じでした、はい、嬉しかった。まあでもね、今見ると面白い、アイドル、アイドルだった、本当にアイドル感じた、ね、うん、素直にね、やっぱその、うん、普段、まあ、ミッドナイトじゃないけど、うんうん、なんか普段こうやっぱ自分たちの余計なこうね、荷を下ろしてね、本当おめでとうって言ってもらえるだけの、そうそうそう、こう素敵な時間だったなと思うし、うん、ちゃんとアイドルらしい楽曲も ね、うん、やりました ね、たくさんね、同期だから恥ずかしいとかじゃなくて楽しんでるだけだったからね楽しかったし、後輩もたくさん見に来てくれて嬉しかったね。あーねー、うん、本当になんかミナとかもね、うん、見に来てくれた、すごい感動したって言ってくれて、レオナちゃんとエゴちゃんも来て、エゴちゃん誕生日なのにね、来てくれてね、自分のそうそうだよね、自分の誕生日なのにおめでとうございますってみんなにプレゼント持ってきてくれたんだよね、329だからね、優しかったね、そうなんだよね、不思議だよね、うん、さあ続いてですね、10周年前夜祭帰ってきたミッドナイト公演、これは2年ぶりにやったんだよね、うん、だからそうだね、うん、ランちゃんがもう亡くなるかもってもう本当に卒業を考えた時だよねそうで、やりたいって言ってやったんだよね、うんうんうん、でこれメンバーもまあ半分ぐらい新メンバー、そうだね、う6期が出れるようになったからね、うん、そうなんですよってなって、うん、まあ、かほちゃんとか、うんうん、5期もね、だってなおはこの前に1回出てたんだったね、出てるね、でもなんかはるたものイメージは確かにあったけど、確かに、ね、まだそんな出てなかった時代だったから、うん、でゆきちゃんとかも出てくれたりとかして、うんうん、ね、ゆきちゃん出るって前座、新しいですね、甘い子関節前座っていうこれさ冗談で話してたら本当に甘い子関節本当はあのちゃんとユニットの方に入ってたんだけど、うん、尺が余るってなって、うん、これ何消すかってなっても、甘い子関節すずらんごめんなって言ってる時にも前座でやればって言ったら意外と本当に消えちゃったそしたらね、早くね、前倒しするだけだからね、握手会のね、裏の本当に休み時間にね前座で行こうや、前座でとか言ってる照明もさ、なんかさ、本当変わることなくずっと行ってるそうそうそうそれでいいと思う、いいと思うとか、うん、スナックのステージで勝手にやってる人みたいな、うん、あれでもすごかった、ね、面白かったね、それはあれできないよ、一人じゃん、うん、しかもちゃんと大堀さんに連絡したんでしょ、あ、したんだ言ってた、言ってた、しかも先輩じゃんね、同じ事務所の、そう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 、うんうん、そしたら私以外に周り歌子いるんだって言われた本人に言われたのって言われたって言ってた気がする、うん、元気ねーって言われたね、めっちゃ面白い、まあ、セットリストもね、うん、まあ、いつも今までのミッドナイト感を残しつつ新曲とかも入れたり、うん、まあ、覚える曲とかも多かったし、公演の曲とかもちょっと入れたよね、ホッペツネルシャムネコとか、うんうんうん、お互いのね、うん、チームの曲だったりとか、うん、ね、確かに確かにしましたね、うん、猫耳つけたりするのもね、楽しかったよね、可愛かったし、本当に、まあ、従順も本当になんか一つの舞台って感じだったから、うん、だからそうやって言い切るのがかっこいいよね、おー、うん、もう一つの舞台、作品でしたって言われたらなんか、そうだよなあれ趣味じゃないからそうか、そうか、そうか、そうそうそう、まあ、若干お互いの趣味は入ってるけど、ネクタイ引っ張りたいとか私が言ったし、あ、そうな、それとリクエストもしてたんだ、うん、そうそうそう、あ、もう完全に直ちゃんワールドだと思ったけど、そういうわけじゃないのね、でもあれは、でもなんか、あの
引っ張っていくっていうところだったけど、他のところでもネクタイ引っ張るところ入れたりとか言ったのは、もうそれはもうその時に私がドハマりしてたおっさんずラブで、あの牧田春太がネクタイ引っ張ってもうキスしたシーンが最高に良かったから、私もあれやるって。あ、影響受けたのね。影響受けた。あ、そうなんだね。最高だった。楽しかった。うちらも楽しかった。見てるこっちも。でもそれは毒蜘蛛の時のがやばかったね。その次までずっと次。そうなんですよ。いやー、でもリハーサルの時にずっと悲鳴が客席から聞こえてて面白かった。はい。で、ここであったの。お手柄アルバムありました。うんうんうん、最初はなんかすごいこれなんか裏話じゃないけど、うん、なんかみんな勘違いして、うん、あのなんだっけあれ。なんだっけあれ、なんだっけ高宮さんのもう一曲の方のね、ソロのやつだよね。そのアクセルってずっと言われてて、うんうんうん、でそれをスズランとやって、うん、マイクが後から出てきてほしいって言って、うん、マイクが後から出てくる意味が分かんなくてずっとマネさんと喧嘩したの、ねうんね、なんでみたいな、最初から出してよって言って、うん、なんでマイクを後から出すのみたいな、うん、でずっと喧嘩してて、でもずっとマネさんは伊藤さんのアクセルをお手柄アルバイトと思って言ってんのね。でも話ずっと通じなくて、ずっともうほんと30分ぐらい喧嘩して、うん、でパッて、うん、もう痺れ切らして、でも別にお手上げも自分の曲じゃないからなんかあんま言えなかったんだけど、いやお手上げならわかるんですけどって言ったら、うん、なんかあ、お手上げだって言われて、なんだ今のはっていう今のマネージャーさんとの喧嘩があって、あ、じゃあそれでお願いしますって言ってくれたんだけど、そう、スズランもやっぱりね、熱がやっぱ認めてに対して熱がすごいから、うん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 、もう何回も何回もこう完璧にできるまでレッスンもずっとしてて、うん、すっごい緊張するって言って、やっぱマイクはいつも公演でやってるから、うん、ファンの人に受け入れてもらえるかなって、あんな半泣きになりながらやったけど、めっちゃドヤドヤしてたよね。ドヤドヤわーいわーいって言ってドヤドヤしてましたからね、うん、いいね。2人でやってからまた劇場公演とかもだけど、なんか新しい見せ方も自分の中で考えたから、うん、ああやってよかったなって思ったし、うんうんうん、ちょっとそのミッドナイトやった後の一人は物足りなかったですね、うん、なるほど、そういうのもありましたから、ね、寂しくなっちゃうやつ、寂しくなっちゃった、だからでももっと頑張ろうって思えた、いい経験でしたね。軽蔑は本当に、うん、もうやろうやろうやろうってやりたいって、うん、なんかやりたいって言うからやりました。珍しく本当にこれはでも大人のメンバーとやりたいって、そう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 、 AKB の曲の中でも結構上位に好きな曲で、うん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 、でもこのご時世だし、うん、まあなんかうちらだから伝えれるものがあるんじゃないかみたいな意味でもやりたかった、うん、ね、うん、なんかその制服ブロックだったからさ、やっぱ入れやすかったし、うん、確かにね、ね、うんうん、制服邪魔をするもあったしね、うん、そうだね。あとでもなんか世界観ももちろんそうだけど、なんかすごいなんか良かった、うん、あの曲の感じが廃れてる感じとかね、うんうん、最後の私はもう最後ハゲてたけど、うん、こう背中押されるみたいな、うんうん、屋上から背中押されるみたいな、なんかそのあの感じの世界観とかを、うんうんうん、今じゃもうなかなか作られないというか、うんうんうん、だからそうね、やりたかったんですよ。よかったよかった、うんうんうん、そして制服が邪魔をするは、うん、でもダブルセンターでやらせると思ったよね。やった、すんなかったね。なんか私が多分もう本当力入りすぎてなんだっけ、愛されたいの愛されたいの本当になんか愛されたすぎて、なんかもう自分をさらけ出しすぎて強いみたいな、あれもう最悪らしいんだよ。最悪なの、この後入れてもらうんで見てください、これです。今までで一番いい振りできたわ。これです。これです。愛されたいの。これ何回も見てもらって、もう無理だった。自分でもなんかこんなことしたなんて覚えてないし、こう自分でこう映像見てた時も何これっていう周期に陥って、うん、愛されたすぎたんだねって、うん、いや愛されたすぎてもあんなに強めになんだっけ。それ愛されんわみたいな。それ愛されんわってなったんだけど、本当あのランちゃん のミッドナイトスペシャルドキュメンタリーの時に、うん、今ね、うん、ランちゃんがめっちゃ突っ込んでて、うん、ここのマキコがって言ってて初めて気づいた、その時。いや、そうだから私はもう次その日 の隣にいたのにアーカイブ、この次の日に出たアーカイブからもう自分で見てたので、うん、スズランと2回目一緒に見て、うん、その時になんかスザにもバレてもうそっからもう私はこれを見るたびに面白かったんですけど、でも そのさ、後のさ、うん、あのシャモ？もう違う違う、ね、帰ってきた後にさ、うん、あの特別ミッドナイトやったじゃん、先月ぐらいに、うん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 、あの時にも制服が邪魔をするあったんだけど、ね、もうでも笑ってしょうがなかったもん。やった自分やってないやってないやってないよ。愛されたいの。だ
で私一番前でみんな見てんだよ、あれ知ってるからもうこれ今恥ずかしかった、バイクで永遠に多分流れてるから今恥ずかしい、愛されたいの、愛されたいの、もう岐阜みたいな、岐阜岐阜岐阜、恥ずかしい、もう本当に。でもこの後ですよ、本当アンコール、うん、あかねちゃんがね卒業発表しました、ね、まあ、そうでしたね。そう、別に私も本当になんかあの今日発表するよっていうのは記載されなくて、うん、頭のブロックと後のブロックの MC 台本があの斉藤っていう式になったんだけど、ごめんちょっとこれ最後高柳にするわってマネージャーさんに言われてわかりましたってアホみたいにその時言ったんだけど、なんかああだからかって思ったんだけど、うん、全然気づかなかった。お願いした、お願いした、あの最後の、うん、あのアナウンスの流れで言いたいって、うん、そうだね、どうぞっていうのもおかしいし、そうそう、はいが嫌いなの、うん、私卒業発表する人もはいが嫌なの、心臓がねギュッてなる感じでみんなのねはーんってなるから、そうなのよ。そうだよね。そうで卒業 SK48 を卒業しますっていうのも誰でもみんなするものだから、うん、あの卒業することを決めましたっていう言い回しにしようっていうのも自分の中で決めてた、うん、こだわりがあったんだね。こだわりがあったって、うん、卒業しますはみんな言えるもん、私もそのいつでもいつかは卒業しますっていう、なんだよこのひねくれてんのこの人日本語がちょっとだけなんだけど、ね、こだわりあるみたいで、ね、いやでも自分の好きなように言えたならね、うん、全然いいです。でも正直あんま発表に重き置いてなかったので、うんうん、することには重き置くけど、うん、発表はあくまでその通過点だと思ってたから、その後にニュースとか、 なんかまあ記者の人とかに誰にも話してなかったんですかとか、ね、すごい言ってくるよね、めっちゃ聞かれて、うん、あそんなに重要なことだったんだな、うん、みたいな、誰々には話したとか重要なんだよ、あんまり自分の中で重要じゃなかった、うん、でも言ってくれなかったのも言ってくれなかったで、それはやっぱみんなが公演純粋に楽しんでほしいっていう会社の優しさだったと思うし、それを気にしないでほしいっていう、うん、やっぱ会社のなんか卒業公演とかそういうわけじゃないからっていうのを言ってなかったんだよっていうのが、もうそれみんなはさ聞いた後はさ、もうあもうさ泣いてる子とかもいたから、もちろんねブルーになっただろうけど、この後茜ちゃん卒業発表するんだって思いながらだったら、きっとあの愛されたいの出なかったと思って、うん、また流れてんじゃん、また流れてんじゃん、やめてよ、また流れてんじゃんはっってやついや本当ビーム出そうだったよね、ブォーで皆さん知らないのに笑ってるからもう多分想像ついてんだよ、うん、知ってる人と知らない人に絶対いるけど、みんな笑ってる今、あーほんとやだ、本当にあれはっていう感じのね、あかねちゃんの劇場公演、はい、11年振り返ってきました、うん、どうでしたか。やっぱでも劇場は本当に歴史だね、あるよね、うん、うん、思い出も詰まりに詰まってるし、うん、でもこうやって見返さないと割と覚えてないこともあるから、うん、そういう点では本当にこうやって映像に残していただいてるっていうのは幸せなことだなって改めて思ったし、うん、まあでもやっぱり最後はラムネで終わりたいなって改めて思いましたね。あ今見て思った、うん、何回もやったけど、うん、そうだよ ね、 だね、一番やってるもんね、3回だって今回だけで3回分だけ流れてますもんねそうラムネちゃんまたねメンバーもガラッと変わるでしょうから、うん、今やるならね、そう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 っていうのもあるし、うん、またできたらいいなと思うし、まあでもこのね劇場に立ってきた歴史は消えるものじゃないから、うん、みんなにねこうやって見返してもらえたら嬉しいし、うん、またいつ何が、あの、何？たまにアーカイブでさ戻ってくるじゃん、うん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 、でそういう時にね、あの卒業した後でももし私がいたら懐かしいなと思って楽しんでもらえたらいいなと思うね、うん、ね、うん、これはみんなメンバー平等に残っていく思い出だからね、そうだよ、出れば出るほど残っていくし、ね、いればいるほど、うん、長ければ長くなるほど歴史は多分紡がれていくものなので、だって家族伝説ホームビデオとかでもこんなにないよ、毎年毎年ない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 、ね、大人になったらなくなっていくもんだしね、すごいよ本当に、まとめて DVD でください、ね、もう欲しい、でも本当に高くなお金になると思うよ、うん、そうなったとしたら途中からだって劇場も DVD 出せなくなったじゃん、うん、ね、辛い話、そうだよ、そうだけどね、そうやってこうやって映像残してもらってね、うんうん、ありがたいです、うん、うん、さあというわけで、はい、楽しかったです、一通りの思い出の公演についてお話ししていきました、うん、そしてお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回振り返ってきた公演のうち、過去に SKE48 ライブオンデマンドで配信された公演の模様が再配信中です。やったね、ぜひそちらもご覧ください。あかねちゃんの11年のみならずね、SKE48 の歴史もどんどん感じてもらえると思いますので、うん、まきこちゃんの11年も、見ようと思ったら見えるからね、まきこちゃんの11年も頑張って終えたら終えますから、思い出たい、ぜひ、最近ファンになったっていう方もずっとファンだよっていう方もですね、うんうん、楽しんでいただければ嬉しいなと、ね、いつでもどこでも見れますから、スマホでも、ね、家でも、私卒業発表してからもファン増えたからね、ああそうなんだ、そう、じゃあ今から追うにも間に合う、間に合う、うん、
間に合おう間に合おう ということなので、ぜひこれからもね SKE48 劇場公演、そして DMM オンデマンドをよろしくお願いします。それではまたいつかどこかでお会いしましょう。バイバーイ。またねー。